はい、今夜のゲストは映画監督で作家の森達也さんです。よろしくお願いします。森さんは最近この死刑という本をお書きになりました。人は人を殺せる。でも人は人を救いたいとも思うというふうに帯に書かれていますが、はい、これはどういう願意でしょうか。文字通りですけどね。うん、うん、文字通りですよ。殺せる可能性と救える可能性両方人は持ってるわけで、うん、どちらかだけじゃないですよね、うんうん、だからそのまあその狭間で揺れ動きながらもやっぱり結論を出さなきゃいけないという。先ほどねアクリル板の向こうで、うん、接見している時に、はい、もはや向こう側の人というのはまあ、死刑、確定死もしくは死刑になる可能性が極めて高い人、うん、それ死せる運命にある人ですよね、うん、はい、それと自分アクリル板を隔てた自分っていうのが、うん、どういう、 こう位置関係にあるのかということが了解できなかったというような意味合いのことをおっしゃったんですけれど、はいはいはい、まさにひょっとするとこの人を目の前にいる人を救いたいと思う、うんうん、思いっていうのはあるわけですか。もちろんありますよね、うん、多分それは誰もがあると思うけれど自分の今目の前で、うん、苦しんでる人死にかけてる人倒れてる人がいれば、うん、どうしたのっていうのは多分聞くぐらいはするのが本来の人間だと思うんですよね、うん、それはもちろん朝の通勤時のラッシュであったりやっぱ都会生活の麻痺とかいろんなものはこう介在しちゃうでしょうけれど、本源的な人間というのはそういう存在だと思うしね、うん、その部分の論議ってものが実はあまり制度的な論議がいっぱいありますけれどね、まあ、論議すべきことじゃないのかもしれないけどもっとそれに立ち返るってことも死刑制度を考える上ではね必要なんじゃないかなっていう。論議すべきことではないというのはなぜ、つまりその人間の本源的な部分ですからね。ああ、そっか、哲学的な部分にも入っちゃうでしょうし、うん、もしかしたらもう人によって違う領域かもしれないですよね。だから論議は成り立たないのかもしれないけれど、僕にとってはこういうものだってことは。とはいえ、先進国では、多くの場合、論議を経て死刑を廃止している国というのはあるわけですよね。うん、やっぱり論議をしたからじゃない。ただ、まあ、先進国の場合でも論議を経てもし廃止だということであれば、うん、ほとんどの場合やっぱり廃止する前はむしろ存置の方がパーセンテージ高いわけですよね、だから論議を経て上での廃止ってことはできないんですよ、うん、論議を経ちゃうとなかなか廃止にはいけない、うん、どっかでやっぱり強権的に廃止に行くっていうね、うん、そういった時期がほとんどの国の場合あってたんじゃないですかね、うん、でもその結果じゃあどうなったかってもフランスの方が一番分かりやすいんだけれど、今完全に逆転してますからね、うん、民意はね、うん、逆転した要するに、廃止したことが妥当だったという民意の方が今多いということですね。具体的には、まあ、6割強が死刑存置4割弱が死刑廃止だったと思います、うん、フランスの場合はねミッテラン政権で死刑廃止する前は、ミッテラン政権で死刑廃止する時の世論状況というのは、6割が死刑廃止に反対だったということね、はい、でそれはまあミッテランから任命されたバタンデール総務大臣が彼がまあまあこれは国会はほとんどまあ多数決によって決まりましたけど民意は逆らってたわけですね、うん、でもまあ結果としては今は死刑廃止して多分6割強が死刑廃止で ままでいいと。なるほど、何が変えたんでしょう民意を。まず一つにやっぱり犯罪が増えてないってことでしょうね、うん、やっぱりどうしてもこう怯えがありますからね、死刑を廃止したら凶悪犯罪が増えるんではないかってやっぱ幻想をどうしても持ってしまう、うん、でもいざやっぱり廃止をするとそれは増えない、むしろまあ減る場合もありますね国によってはね。ただまあミッテラン政権の法務大臣ではバタンデールは非常に著述家としても優秀な方で、うん、自分がいかにしてこう弁護士だったんですけれど、うん、この死刑廃止論者になっていったかというのはこれはまあ基本的に冤罪なんですけれどね、冤罪事件に携わっていたこのプロセスというのを、うん、でいかに向こうの人がギロチンの杖に消えてしまったかということをちゃんと本にしてますよね、うんうん、だからそういうようなある種のこの反死刑廃止のためのこの世論をこう動かしていく言論の活動というのもあったと思うんです、うん、どうですか、うん、まあ、議論をするということは意味があるんじゃないかと言いたいだけなんですけど、もちろん意味はなくはないですね、うん、ただやっぱその議論をする前は前提が必要になると思うんですけど、うん、つまりその何かというと死刑制度は何かということですよね、うん、その実態化というものがある程度はあって、つまり情報公開ですよ、それがあった上での論議であれば、これやっぱりすべきです、当たり前のことですね、うん、でやっぱりその実態化がなされないままで言葉の空中戦だけを戦うしてもこれは無意味でしょうし、うん、ちょっとその前にね、うん、まあ、せっかくこのバタンテールの話が出たので、日本の法務大臣の件なんですけど、
富山邦夫氏が、うん、まあ、自動、執行自動化すべきだというような発言をされましたが、うん、どう考えますか。あの、まあ、結果として去年から結局、まあ、鳩山さんが法相になってから6人も処刑されてますけれど、ちょっとね、どういう形で処刑が行われたかというと、まず去年の12月の去年の12月の執行ですね、藤間制覇というのはかなり印象に残っている、うん、この知りませんか藤間制覇、はい、あの V サインを出したことで有名になりました、うん、逮捕時に、逮捕時だったかな、あの裁判所の誤送時だったかもしれませんけれど、で、まあ、その年末ということもあって、この何人かの執行があるのではないかということは予想されていたんですけれど、今年に入ってもまた3人執行されています。この通りですね。でね、この森さんね、あの死刑の実態というものを多くの人たちは、森さん自身もご存じなかったというの、はい、やっとこの、はい、その誰が処刑されたのか、どこで処刑されたのかというのが、うん、発表されるようになりましたね、それ以前は誰がどこで、うん、どういう形で処刑されたか一切情報がなかった、うん、まあ、密航主義という形で、はい、法務省は死刑制度ということを、まあ、判決まではね、うん、確定するまでは死刑ということを権限かどうかというのは権限されるわけですが、権限というか報道されるわけですけれども、それ以降の死刑の執行実態、ある死刑囚の生活というのは非公式な形でしか、まあ生活実態と今でも非公式な形でしか出ていませんけれども、これは意図的なものだとお考えですか。もちろん意図的でしょうね、うん、意図もあるし、あとやはりそのシステムになってしまってどっかで自動化してしまって、それこそね、そういった、まあ、暗黙にしてしまうという制度が自動化してしまったということもあると思うんですよね、うん、だから鳩山さんについて言えば、まあ、彼の中の思いは別にしても、うん、結果としてはね、こういう形で名前と場所と罪状はね、うん、発表するようになりましたから、で多分一般の方はね、だって今までも名前出したじゃないかと思うかもしれないけど、あれは全部まあリークですから、ね、これまではね、非公式な形での、ちゃんと公表されたことは一度もなかったわけですね、うん、だからそういう意味ではね、公表のためのワンステップとしては少なくともまあ少しはこうステップ上がってるわけですからね、うん、結果としてはまあいいんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、ただまだ死刑のこう執行の実態というのは、いろいろな小説で13階段とか、うん、まあ、あれは映画にもなりましたけれど、その他いろいろなこうミステリー小説とか、一般書のレベルでは報告され、元刑務官の方が抱えていたりする本ではわからないで、昔は大島渚の公主刑なんていうのもありましたしね、はいはい、そういう意味では分かってる人もいるんだろうけど、本当のところはよく分からない。分かってないです。僕もそうですけど、例えばね、その処刑に失敗した場合には延期するとかね、うん、3回失敗したらもうその人の死刑は執行されないとかね、うん、これ全く都市伝説ですね、うん、全くそんなことはないんだけど、ね、結構それがまあ根強く流布されてるみたいなね、うん、そういったような状況の中で死刑どうする、認めるか認めないかっていう論議をするっていうのはあまりにも意味がないし、うん、不毛だしね、うん、法務省がそこまで情報開示しないでいた、うん、その理由っていうのは何なんでしょう。まあ、いろんな説がありますけどね、一つにやはり、まあ、これは、まあ、あえて行為に解釈すれば、まあ、開示しないことで逆に抑止力としての、ね、機能を持たせるんだという説もないことはない。ただやっぱそれは誰も証明できないですよね、うん、でそもそも法務省が言っているのはね、うん、基本的にプライバシーなんです、うん、そうですね、これは要するに一つには執行された死刑囚のプライバシーというものに配慮している、うん、それと同時に、まあ、執行した刑務官に対するプライバシーということも考慮に入れるというような形で、基本的には個人的な人権を盾にして、うん、その執行実態ということを明らかにしないということになって、うん、これは本当ですかね。まあ、全くの虚偽ではないと思うけれど、うん、でもやっぱりプライバシーを理由にね、こう隠匿しなければいけないようなシステムであれば、うん、そのシステムの予算の源泉僕らの税金ですからね、うん、じゃあそれやっぱりそのシステムをもう少し変えた方がいいんじゃないかという議論だってあっていいはずですよ、ね、これ森さんの本でも指摘されていますけど、アメリカという国は、うん、まあ、かなり死刑執行に関してオープンで、うん、あらかじめどこの刑務所で
執行が行うかということを工事するわけです。そうするとほらアメリカのね、あの死刑執行のシーンを出すようなあのニュース番組っていうのを、こうその施設の前に反対派と賛成派がこう前の大体あのアメリカは深夜に執行が行いますから、夕方かこう三五が集まってきて、昼過ぎか三五が集まってきて、こういろいろなことを論じ合ったりですね、プラカード掲げたりして、したりしてまあ見えますよね。こういうことってのは日本では一切ありえません。ありえないですね。でやっぱりアメリカっていうのは民主主義の基本として、民主主義のそのなんていうかな、こう執行、民主主義に基づいた執行として人々の前に開示する、まあ要するにそういう原理原則を踏まえた形のものになっていると思うんですよ。顔写真まで出てますよね。日本でも、日本は少なくとも原則的には同じような法体系であるにもかかわらず、ここまで、秘匿されてしまうと、これはどうしてなんですかね。あのやっぱりまあ権力側は秘匿したいっていう、そういったベクトルは当然あるでしょうね。でそれに対して多分アメリカの場合であれば冗談じゃないと、あのちゃんと解除しろと、そういった声が普通に上がるんでしょうけれど、日本の場合はなかなかそういった声が上がらない。お上はお上の領分でやってくれと、やっぱそういった意識はどうしても強いっていうのがあるでしょうし、ただねこの本の主題、一つの主題、副主題の一つでもあると思うんだけど、被害者側にもこの被害者のこの遺族、まあ今死刑なの一般的殺人、実は刑法上はこの本にも書かれているけど、必ずしも死刑が設けられている刑罰というのは殺人を伴うものばかりではないんですけれども、まあ基本的には殺人ですよ、実態的に。そうすると遺族が必ずいるから、遺族にも開示されないわけですよね。これは一般的に言われる死刑尊重の、その大きな理由である遺族の報復感情、ということには合致しないと思うんですよね。そう思いますね。あの割と最近盛んに言われている一つの、まあ、存知の理由としては、遺族の応報感情ですね、それをどうするかっていう部分の論議はとても多いわけですけれど、じゃあ仮に遺族の応報感情を国家が代行する、これが死刑制度であるという論議を前提にするんであれば、遺族の、意向は反映させるべきですね。何よりも遺族にはその処刑を見せるべきでしょうし、望むならば見せるという形にしなければいけない。遺族が望まなければじゃあ処刑はなしということになる。それもありえますよね。つまり遺族の応報感情だけを前面に出すんであればね、まあ、ちょっとそれはねと、あの話がこう先に進みすぎていて、 とりあえず今のこう制度ということを前提にするとしても、少なくとも処刑に関する情報というのは開示すべきだと、遺族に関しては、そうしないと辻褄が合いませんよね。辻褄合わないですね。あとね、見たくないんですよ、多分僕らもね、本当は、で見せたくないで僕らは見たくない、それが合致しちゃってるというね、暗黙の領域の中でね、ってことなんですよね。やっぱアメリカの場合は見たくないっていう気持ちもあるけれど、でもやっぱそれは見なきゃいけないんだというね、そういったようなまあ使命感に近い意識も並行して出てくるってことじゃないのかな。これはじゃないけど、そうですね、やっぱりまあ処刑はしてほしいけど、その前に行きたいって人はそんなには多くないですよね。これ処刑をしてほしいということの意識の根本と、やっぱ報復、単純に報復感情と考えていいんですか。どうかな、難しいね。僕もそれはその気持ちなかなかわからないですよね、僕らにはね、その本当の遺族の気持ちなんてものは、ただもちろん自分の息子なり親なりをね、殺した人間が今こうこの空気を吸ってるってことについて、どっかでやっぱりこう自分を説得できないって気持ちもあるでしょうし、あとやっぱりね、ある意味でこう自分を責めてるっていうかな、つまり自分の一番愛する人が死んでしまったのに自分が生きてるっていうジレンマがあるわけですよね。それをどう処理するかっていうところで、一つのやっぱりまあ解決策じゃないけれどね、すがる部分としては、それを殺した犯人に対しての何らかの処理をしたいっていう気持ちにね、言ってしまうっていうのもあるんじゃないかな。遺族の持つ、まあ、まあ理由なんかはありえないんだけれども、理由もなくこう感じる罪悪感というのは、罪証感というのはあるわけですよね。多分あると思います、まあ、それと関連してるという、それは切ないですよ。それは切ないですね。それはね、絶対否定できないですよ、そういう遺族側の感情のフォローをするような体制っていうのは日本にあるんですか。かっては全然ダメでしたね。被害者遺族に対してのこれは法的な救済もケアもね、ほとんどなかったんですけれど、最近、まあ、この数年ですね、かなりその辺は、まあ、整えられてはきてますね。まあ、カウンセリングとか、そういうカウンセリングだけじゃなくてね、あとは裁判への参加であったりとか、まあ、金銭的な補助も含めてだいぶ変わってきてますよ、まあ、そもそもね、犯罪被害者
というのは、これはこう刑法上の体系もあるんだけれども、マスメディアの中ではなかなかこう声の上げにくい人たちだったんですよ。だからそういう意味ではこの近年はその犯罪被害者が、あるいは犯罪被害者遺族がきちんとした形で声を上げられるような状況が整備されてきたことは間違いないですよね、うん、言い換えれば、まあ、声は多分上げてきたと思うんだけど、それをメディアが取り上げてこなかった。そうそこをメディアが今取り上げ出したっていうのはあると思うんですよ、ね、裁判所もメディアも取り上げなかった。そう、うん、でこれは功罪あります。それによってもちろんね、良くなったところもたくさんあるんだけれど、それによってもしかしたらね、まあ劣化した部分もあるのかもしれないしね。劣化した部分とつまり今のこの精神形成、日本における世相ですね、うん、先ほど言ったような、要するにこうどんどん不安や恐怖が強くなってしまう、うん、つまり遺族の気持ちってやっぱりそれはもう罰してほしいと、応報感情ですからね、うんうんうん、その応報感情の一つの、対極にある部分がやっぱり今のこの世相、危ない怖い、そういった部分ですよね、うん、そういった気持ちが今とても強くなっていることも事実です、ね、それはその被害者や被害者遺族自身の意図を超えた部分で増幅していってしまっているということですよね。もちろん彼らがね、そんな今この世相をね、そういったふうにしたいと思っているわけでは全然ないです。全然ないですよね、はい、ちょっと具体的なお話を伺いますけどね、元オウムの岡崎さんとやり取りというのが非常に印象に残っているんですけれど、はいはい、これはどういう、一番最初に会ったのが岡崎和明さんなんですね、それは彼の方から、まあちょっと森に会ってみたいっていうふうに、第三者を通じて依頼が来たんですね、うん、で会いに行って、まあ、岡崎さんというのは要するに坂本弁護士さん事件の、まあ、実行犯でもありますよね、うんうん、で一番早く彼が死刑判決を受けてるんですね。で僕が最初に会った時にはまだ、上告中でしたけれど、でも彼の証言がなければ坂本弁護士一家事件というのは解明、うん、全容解明しなかったわけですよね。まあね、時間をもしかしたら、まあもっともっと遅れてたかもしれないけど、解明されていた可能性はありますけど、うん、でもあの時点で解明はされてませんよね、岡崎さんの証言がなければね、うん、まあそういう人ですね、うん、でどうでした、お会いになって。サバサバしてましたね。これはまあ全員に共通してるんだけど、死刑囚全般、まあ、やっぱりまあ面会に応じてくれるからっていうのもあるんでしょうけどね、サバサバはしてますよ、うん、ただもちろん本当にサバサバしてるかどうか分かんないですよ、うん、あくまでもアクリル板越しの僕の印象ですから、うん、サバサバしてるってのは、つまりこちらが逆にウェットすぎるんですよ、会う時にやっぱこちらも身構えるわけでしょ、話しながらもね、うん、いずれこの人は処刑されるんだって絶対それは頭から脳裏から離れませんからね、うん、やっぱそういう目で見ちゃいますよね、うん、そしてやっぱりとてもなんか軽やかでサバサバしてるなっていうふうな印象をこちらが持っちゃうんでしょうね、きっとね、うん、だから彼らはきっと普通なのかもしれない、うん、僕は逆にやっぱりそういった風にこっち側に植えたら行き過ぎてるから逆にびっくりするのかもしれないですけどね、うん、漫画家のね、死刑を扱った漫画家の郷田さん、郷田守さん、とお会いになったという話も出てきますけれど、はいはい、最終的に彼はやっぱり死刑というのはなければならないという結論に、うんうん、そうですね、相当お悩みでしたね、うん、まあいろいろあの漫画を読んでる限りはね、うん、なんてタイトルでしたっけ、あれなんだっけ、待って、郷田さんの漫画、まあで、はい、違和感を表明されてますよね、はい、これはどういう、要するにこれだけ、ね、悩んでも、うん、やはり、死刑は必要だというふうな結論に達するのかというような違和なんですか、うん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 、まず漫画のタイトル、森の朝顔。森の朝顔ですね。そうですね。やっぱり、実は、郷田さんはね、最終的なその結論を出しながらも、その単行本の後書きでは、実はいまだに、まあ、まだまだ瞬時の結論を出し切れてないんだってことを、まあ、吐露されてもいらっしゃるんで、うんうん、それはやっぱり、あくまでも便宜的な、あの時点においての郷田さんの結論なんだろうってことは、まず、一つの前提にしながらも、うん、彼自身、やはりまあ、罪を償うということね、それは一体何なのかっていうね、うん、迷宮なんですよ、これ、うん、哲学的な領域になっちゃうんですよね、うん、罪と罰とは何か、うん、で人は改心するってのはどんなことなのかっていうね、うん、それを考えてるうちにやっぱり死刑という、要するにまあ他律的に処刑されるではなくて自発的に死を選ぶというね、そういった形での身の処し方というものをどっかで認めなきゃいけないんじゃないかという、これ僕の想像ですけど、うん、そういった見地に達されたんじゃないのかな、うん、実はね、私は山口県光市事件の、うん、被害者遺族である本村さんとも、はい、親交があるんですけれども、
おそらくは本村さんの結論も今言われた結論だと思うんですよね、うん、つまり死刑囚が例えばその獄中で、確定後にねこう非常にこう人格的に、うん、清らかな人格になった、もちろんそういう事例というのはあるし、それは疑えないんだけれども、それはやっぱり死刑という制度があったからではないかという疑問というのは、うんうん、つまり死刑がなければ、うん、そういうふうにはならなかったのではないかという疑念というのは消えない、払拭できないと、うん、ここをどういうふうに考え、死刑に対するこの構えというか、それが、うん、自体が人を良くしていくということも可能性というのもあるのではないかというような気もするんですが、うんうんはい、難しいですね、うん、我と我が身を置き換えるということがなかなかできないんだけれど、うん、多分そんな事例はなくはないと思います、うん、死刑というね、判決を得たことで、逆に心が透明になる人も知ってると思う、うん、でもそうじゃない人もいると思うんですよね、うん、つまりそれはもう人によって様々ですよ、うん、バナナが好きな人もいれば梅干しが嫌いな人もいるしね、うん、多分それに近い部分で、うん、一律的に死刑という制度が人の意識にこういった変化をもたらすっていう公式は僕は作れないと思うんですね、うん、であればそこに依拠しての論理の構築というのは僕はしたくないし、とても危険だと考えてますね、うん、じゃあもうちょっと前の段階に、そもそもその改心とは何なのか、うん、あるいはその例えば、まあ、死刑を廃止したいとお考えの方々は、基本的には人間はまだこうやり直すことができる、悪に一度は凶悪なことに手を染めたとしても、その深く介護し、この悔いこの反省すればで、生まれ変わることができるんだと、果たしてそれが可能なのか、あるいは可能だとしてもそれを客観的にどうやって証明するのかという問題ってあると思うんですよ、うんうんうん、どうですか。可能かどうかという設問であれば可能だと僕も言います、ねうん、ただその可能というその、論理にすがっていいかどうかっていうのはねまた別の問題だとは思うんですけれど、うん、人はやっぱり変われるとは思ってます、うん、でも変われ先ほど のあれと同じで変われない人もいますよね、うん、いるでしょうね、うん、変われることが可能だとしたら、うん、それは死刑制度以外のことでは変われないんでしょうか。いやそれはだからそれこそ、まあ、路上に、まあ、路上にも出れませんけど死刑囚はね、路上の花を見た瞬間に変わる人はいるかもしれませんし、神田田みたいに雲をね、足元の雲を見た瞬間に何かが変わる人もいるかもしれないし、もちろん死刑によって変わる人もいるかもしれないし、それは様々ですよね。何によって偶発的に変わるかっていうのはそう簡単には断定できないと思うし、人間というのはそんな卑小な存在じゃないと思う。もっともっとね、うんうん、もう地味猛烈、もう融通無限な存在だと思いますからね、うんうん、だからそういった融通無限なものに対してどう制度が対峙できるかですよね、うん、でさらに言えば殺人、人を殺しておいた場合の贖罪、うん、無理なんですよ本来は、うん、贖いきれない、贖いきれない、うん、贖いきれないものに対しての贖いをどうするのか、うん、多分それはその人だけの問題ではなくて、この社会全体、つまり第三者が一緒に考えなきゃいけない問題ですよね、うん、廃止論者の方々は、まあ、死刑を廃止してただ それだけではいいと言っているのではなくて、じゃあ絶対的な終身刑を導入して、まあ、一生この外に出てこれないようにして、まあ、アメリカのように300年とか、ね400年のような禁錮刑または懲役刑ということも設けると、うん、いいのではないかというような提案をされる方もいらっしゃいます。これについてはまずね、大前提としてよくまあね言われてるこう言説があって、日本の場合は無期であって世界、まあ、他の海外の場合は終身刑であると、うん、ここが違うんだってことをよく言う方いるけれど、うん、ほとんどの場合海外の場合も終身刑はこれ仮釈放がありますからね、だから運用上は無期とあんまり変わってないんですよ、ただアメリカのようにねどんどんこう罪を累積していくようなそういった法制度もありますよね、うん、その場合はもういくら仮釈しようがもうこれはもう多分釈放できない、一生も刑務所の中にいるわけですよね、うん、まあ、技術上の本当のまあ終身刑になるわけですけれど、うん、逆に言うとね、日本もこの今のこの無期懲役の実態というのはどうなっているかで、どんどん長くなっている、うんうんうん、つまりこう獄中にいると、刑務所の中にいる次元が、昔は15年で出てくるなんていうことが言われましたけど、今は平均25年です、うん、だからほとんど人生の大半の部分と、例えば30歳で犯罪を犯したとすると、うん、
25年、55歳ですか。ほとんど人生の主要部分の刑務所で過ごすことになって、しかも仮釈放された後も、これは一生して保護観察付きですから、この、まあ、自由の身になったということはありえないわけですよね。一般市民ではないんですよね、うん、だからそれはやっぱり、そういった制度であるということをまずは意識に置いた上で、例えば最近これイタリアでもあったしフランスでもありましたよね、終身刑の判決を受けた人が処刑してくれと、もう辛いってことでそういったようなまあ嘆願書を出したりとかね、うん、そういった事例もあります。これもやっぱり同じことを僕は繰り返しちゃうんだけれど、わからないです僕らにはね、自分を置き換えられない、その処刑がいいのか、あるいは生涯日の光を浴びれない、もう路上の花も見れない、海にも飛び込めない、そういった人生を送るのがいいのかっていうのは、それはやっぱりもう僕らが決めれることじゃないですよね。ただとはいえね、制度というのは鳩山法務大臣が犯行をどんどん押しているという点のもあって、うん、まあ無常に、はい、執行さ、はい、運用されていくわけですよね、はい、その中で刑務官というのはどうしてもその死刑囚に対峙しなければならないし、うんうんうん、何人かと一緒であったとしても死刑執行のボタンを押さざるを得ないと、うんそういう立場の人たちもいる、うん、まあいわば国家機関の中 にあるんだけれども、国家機関のといってもこれ個々の人間ですからね、はいはい、実態を、うん、実務を行っているこの人たちってどういうふうに、うん、会社遺族の方々にお会いになりましたね、やっぱり、見たくないという人多いんですか。まあ多くあったわけじゃ感じますか。まあ、現場のね、現職の刑務官、僕も彼も守秘義務ありますからね、話は聞けないけど、まあ辞めた方には何人か話を聞いたりとかはしましたけれど、辛いですよね、うん、当たり前のことです、うん、基本的には4つか処刑場に4つか5つのボタンがあって、それをみんなで1、2、3で押すわけですよね、で誰のボタンが、その足元の床が、跳ねたかどうかが分からない仕組みになってますけれど、でも 4分の1か5分の1自分はその殺人に加担してるわけですよね、うん、これはやはり相当なプレッシャーみたいですよね、うん、だからこれはやっぱり、うん、職務として納得するにはあまりにも過酷なね、うん、ことを彼らに背負わせていることは確かですよね、うん、実際に刑務官でノイローゼになってしまったりとかね、うん、そういった方もただいらっしゃるようですし、まあ、そこから考えなきゃいけない。でさらに言えば医務官もそうですね、うん、あと教会士もそうです、ね、ですね、死刑制度にまつわるいろんな人間がいます、うん、みんなね無理してるんですよ、うん、とても無理をしてる、うん、もうここまで無理をしながらなぜやらなければいけないんだろうかっていうのが不思議ですね、うん、だからそれがこう非常にコストが大きいということは、うん、実際に死刑囚の運営、死刑房の運営というのは普通の一般房よりもお金がかかるんです、うん、そういう意味ではもっと違う代替的なやり方をした方が、そのまあこの単純にコストベネフィット計算で言うわけにはいかないけれども、うん、方法としてはいいんじゃないかというようなね、弁護士さんの中にはまあ死刑制度を廃止しても一生こう遺族にあがなわせるために強制労働させればいいじゃないかというようなことを提案もされている方もいらっしゃいますけれども、うんうん、どうしてこのそういう、こう議論というのがなかなかこう、まあ、例えばね、テレビなんかで朝まで縄テレビみたいなもので死刑ということは論じられたり、うん、ワイドショーとかね、うん、そういうもので情報番組なんかで死刑を論じられることはあるけれども、なかなか、まあ、亀井静香さんなんかやっと議員運で、うん、議連を作って、やっていらっしゃいますが、ちゃんとした形で、ね、死刑 を存続するのか廃止するのかっていうことは、うん、なかなか議論と、うん、国家的なね、はい、国会の議論としては、うん、その熟していかないですよね、うん、これどうしてですか。僕の考えですけどね、これ宮崎さんの考えもお聞きしたいけど、やっぱり まず国政レベルで言えば、うん、今のところ 81% がね、これ内閣府のアンケートによれば死刑存置を支持してるわけですよね、つまりこれ有権者でもあるわけですよね、8割強が死刑制度を支持してると。でやっぱりそこの中で死刑制度に対しての疑義を唱える、もしくは廃止を唱えるということが、もしかしたら自分の政治生命にとってはね、うん、決してこうメリットはない。でもね、先ほどおっしゃったよね、うん、皆さん死刑の実態というのはその8割の人たちの多くというのは、うん、ご存じないわけですよね、うん、その中でそういう状況下で主に死刑か無期かということを、うん、この判定する裁判員制度が来年の春から始まる、うん、こんなことで本当にいいのかなと、うん、まあ、法務省は多少そこに意識して、はいはい、若干のこの情報開示を行っているんだと思いますけど、どうですか。
確かに今のね、法務省のこの情報開示はおそらくはまあ裁判員制度を見越しての一つの布石でもあるとは思います、うん、ただそれはエクスキューズも若干僕は若干じゃないな、エクスキューズ、うん、要するにあの裁判員制度に対しておそらくはといろんな多分ね破綻が出てくると思うんですよね、うんうん、でやっぱりこの情報非開示っていう状況が一番やっぱりこれはあの破綻を招きますからね、今のうちに少しでもこうガス抜きをしていこうっていう多分そういった部分はあると思うんですよ。逆に言うとね、この裁判員制度をきっかけにして死刑の実態というものが一般に知られるようになる、うん、しかも一般の人たちが裁判員制度を通じて死刑か無期かということを判定せざるを得なくなる、うん、本当に一般の人たちはまさにその目の前にいる被告人に対して死刑ということを判定できるかな、私はこれは予測ですか、外れるかもしれない、私はなかなか難しいと、それは、ね、それね、両方の見解があってね、うん、つまり今のこの世相の中ではもしかしたら逆にどんどんね、いわゆるポピュリズムに手法自体がね修練されていって死刑判決が増えるんじゃないかという予測もあれば、宮崎さんのように、うん、いざ目の前にしちゃうんだからそう簡単に死刑判決出ないんじゃないかというね、うん、蓋開けなきゃ分かんない、つまり、ね、裁判官というのは特に一審で死刑を下す裁判官というのはやっぱり大変だそうです、うん、これは本当に、ね、眠れなくなる、自分の判断が正しいのかどうかというのは、まあジャーナリズムレベルで言えば誰が見てもこれは死刑になるというような予測が成り立つような、うん、そういうものであった事案であったとしても、うん、死刑を判決を下すことの重さっていうのはやっぱりね、その裁判官になってみないとわからないというふうに言いますからね、うんうん、そういう意味ではやっぱりそこにの一翼をこの一般の人たちが担うとすれば、うん、これは私は議論の先ほどこう国家的な議論に死刑というのをどうするかとなっていかないというのが一つのきっかけになるんじゃないかと思って、うんうん、なる可能性もあるでしょうね。ただ裁判員制度がね、そもそもはまずはだって選挙人名簿から無作為に抽出して人間として義務を負わせるわけでしょう、守秘義務というね、うんうん、これはもう憲法違反ですよ、そこからして、ね、まあ新たな義務を課すということになりますからね、うんうん、僕はそんな義務を与えられたくないし、うん、まあ、任意でねこちらがもし志願してるならまた別ですけれど、うん、指名されて義務を忘れられて、これはそんな義務はね、こなす必要は全然ないと思いますし、うん、さらに多分これ国会で明らかになったのかな、思想心情のチェックもやるわけですよね、裁判制度の前で、ね、でこれも明らかにも憲法に抵触して、別に憲法ご持論者じゃないけれど、やはりそのやっぱ近代司法国家としてはね、うん、踏んではならない領域を随分無理やりこう超えながら裁判制度に、裁判制度にいろいろなこの証拠のこの証拠調べの問題とか、いろいろなところで穴があるのは事実なんですけど、うん、こと死刑に関してはどうなんでしょうね。微妙だな。微妙ですか。やっぱ死刑制度がある国で裁判員制度を入れるのは非常に危険だという、うん、司法関係者って結構いらっしゃいますよね。危険というのはつまりその逆に死刑判決が増えるということですか。そうですね。ただこの番組のゲストにいらっしゃった最高裁の検事の、うん、鶴田久子さんって方がいらっしゃったんですけど、うんうんうん、彼女は無罪が増えるんじゃないかというふうにおっしゃってた、ね、無罪というか無期ね、無期ね、失礼しました。私も鶴田さんと同じ考えなんですよ、うんうん、やはり死刑にするというのはすごく個人的にプレッシャーがありますし、うん、実はこの本のテーマがいざ目の前にした時に自分の心がどう動くかっていうのがテーマなんですよ、うん、だからその意味では、ま、法廷でその被告を見た時に、うんうん、裁判員たちがどちらに見れるかっていうのはね、そちらは僕も信じたいけどね、うん、私は少なくとも今のような形で死刑制度というものがあるや、うん、死刑判決というものが市民、一般市民の手が遠く離れていて、その段階でその状況の中で賛成か反対かということを決めているような世論で決めていて、うん、世論が政治家に影響を与えて、うん、その状況よりはずっと改善する可能性というのはあると思いますけど、概念が多少は実体化するわけですから、ね、そうそうそう、その裁判員にとってみればね、そう、で責任も責任感というのを伴っていくわけですから、そこには私はわずかな気からいをしてるんですけどね、あるかな、あとはその裁判員の心証みたいなものがね、もっと共有できればいいんだけれど、今守秘義務でこれできないわけでしょ、うん、ね、だからそれはもっとおかしいんですよね。でもそれはね、やっぱりしょうがないというよりは徐々に出てくる、どんなに国家が、うん、それを取る、うん、この不衛風しようとしても、うん、それは出てきます、うん、だからそれは私はそこの部分というのは楽観的なのかもしれない、うん、信じてるんですけどね、うん、まあ、ちょっとねこの話は尽きないので、またコマーシャルの後に話を続けたいと思います。とりあえずコマーシャルです。はい、ここでプレゼントの紹介です。
先ほどもご紹介しましたが、ゲストの森達也さんが書かれた死刑を抽選で3名の方にプレゼントします。ご覧の宛先まで住所、氏名、年齢、職業、番組の感想などをお書き添えの上お送りください。さて、堤さん、ずっと話している、はい、先ほどの裁判員制度の続きなんですけれども、はい、指名されてから最短で一番短いもので5日でもうすぐに行われるっていうところに私すごく懸念を感じていて、つまりそんなに短い時間でどれほどの情報を得られるのか、そうすると一般市民が頼るのはメディアですよね。で、森さんがこの本の中でもメディアがいかに弊害を出しているかということに触れてらっしゃいますけれども、そこのところをもう少しお話しいただけますか。これはね、宮崎さんもねよくご存知のように、やっぱ不安や恐怖を煽ることでメディアっていうのは盛り上げになるわけですよね。だからそれはもう一番端的な例を挙げれば、例えば殺人事件、まあこれ認知件数だけで言えば一番多かったのは戦後で言えば1954年、僕まで2年前ですよ、3081件ぐらいだったかな。で 今現在、まあ、2006年度の統計いったら1000件とちょっとぐらいかな。だからもう分母が違いますからね。全然人口増えてますから、それからって4分の1でしょう、殺人事件そのものはね、少年犯罪もそうですね、少年犯罪も殺人事案も、少年犯罪における殺人事案も減ってます、だから今メディアも政治家もことあるごとにね、とても世の中がこう物騒になってる、治安が悪くなってるっていうふうに枕言葉で言ってますが、全然そうではないんだということ。ただそうは言ってもやっぱり事件起きてますからね、それに対してのやっぱり対処は必要だけれど、少なくともそういったような煽られながら不安や恐怖抱えながらシステムが変わっていくってことに対しては抵抗したい。システムが変わっていくといえばね、ちょっとこれ見てほしいんですけど、死刑の確定数というのは04年を境にしてこんなに増えてるわけね。これは、すごい増え方ですね。これはやっぱり裁判所がそういう世論状況を、今森さんがおっしゃったような世論状況を配慮して死刑確定を多く出していると、確定判決を多く出しているというふうに考えていいんですかね。まあ、配慮という言葉がいいのか、従属という言葉がいいのかね、ただやっぱり民意は絶対これは影響しているのは間違いないですよね。でも例えば一般予防ということを考えるならね、まさに森さんがおっしゃったように殺人事案というのは減ってるわけですよね。死刑は基本的に殺人事案が対象ですから、一般予防として、まあ、功を奏していると言ってもいいわけでしょう。まあ、そういう方もできますね。とすると、なんでここで死刑確定定事案を増やさなければならないのかというと、これはどういうふうに解釈したらいいんですか。やっぱり不安と恐怖が強くなってるんでしょうね。この統計では見えてくるのが、やっぱ僕はきっかけはオウム事件だと思うんですね。でその後にやっぱり、まあ、95年のオウム事件があって、2001年の 9.11 があって、他者に対しての不安と恐怖がとても強くこう喚起されてしまった。でそこでメディアがそれを煽ることで、より視聴率を取ったり部数を上げたりって、そういった構造、市場原理的なものも重なってしまって、より一層不安や恐怖が強くなる。でそこの中で厳罰化ですよね、危険なもの、悪いものはどんどん排除してほしいっていう、そういった欲求が強くなっちゃうんですよね。ただね、やっぱり私はね、もうそれも大きいと思うんだけれど、生身の人が見え始めたということだと思うんですよ。生身というのは誰かというと犯罪被害者、この人というのが声を発して、それをメディアが取り上げることによって、それはね、どちらが先か分からない。どちらが先か分からない。戦争になったからこそ犯罪被害者の声が取り上げられてきてるってことも考えられる、もう考えられる。でもやっぱりね、そういう生身の声、肉声というのが届くようになったというのは、大きなこのもあの転換点だったと思うんですよ。だとするならば、やっぱりその例えば死刑、確定者の家族とかっていう、あるいは死刑を執行された人、遺族とかっていうような声というのが出てくれば、また世論状況って変わってくる。あるいは死刑を執行する刑務官の声とかっていう、この本はね、そういう意味ではとても貴重だったと思います。ぜひとも読んでください。こう死刑を考えたいって必然ですね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。明日は日本経済再浮上のシナリオとはと題して、経済評論家の三原敦雄さんにお話を伺います。どうもありがとうございました。不思議ですね。だからそれがこう非常にコストが大きいということは、実際に死刑囚の運営、死刑房の運営というのは普通の一般房よりもお金がかかるんです。だからそういう意味では、もっと違う代替的なやり方をした方が、そのまあ、この単純にコストベネフィット計算で言うわけにはいかないけれども、方法としてはいいんじゃないかというようなね、弁護士さんの中には、まあ死刑制度を廃止しても一生こう遺族にあがなわせるために強制労働させればいいじゃないかというようなことを提案もされている方もいらっしゃいますけれども、どうしてこのそういう、こう議論というのがなかなかこう、まあ
例えばね、テレビなんかで朝まで生テレビみたいなもので死刑ということは論じられたり、ワイドショーとかね、そういうもので情報番組なんかで死刑を論じられることはあるけれども、なかなか、まあ、亀井静香さんなんかやっと議連運で、議連を作って、やっていらっしゃいますが、ちゃんとした形で、ね、死刑 を存続するのか廃止するのかっていうことは、なかなか議論と 国家的なね、国会の議論としては、その熟していかないですよね。これどうしてですか。僕の考えですけどね、これ宮崎さんの考えもお聞きしたいけど、やっぱり まず国政レベルで言えば、今のところ 81% がね、これ内閣府のアンケートによれば死刑存置を支持してるわけですよね、つまりこれ有権者でもあるわけですよ、8割強が死刑制度を支持してると。でやっぱりそこの中で死刑制度に対しての疑義を唱える、もしくは廃止を唱えるということが、もしかしたら自分の政治生命にとってはね、決してこうメリットはない。でもね、先ほどおっしゃったよね、皆さん死刑の実態というのは、その8割の人たちの多くというのは、ご存じないわけですよね、その中でそういう状況下で主に死刑か無期かということを、この判定する裁判員制度が来年の春から始まる、こんなことで本当にいいのかなと、まあ、法務省は多少そこに意識して、若干のこの情報開示を行っているんだと思いますけど、どうですか。確かに今のね、法務省のこの情報開示は、おそらくはまあ裁判員制度を見越しての一つの布石でもあるとは思います。ただそれは、エクスキューズも若干僕は、若干じゃないな。要するに裁判員制度に対して、おそらくはといろんな多分ね、破綻が出てくると思うんですよね。で、やっぱりこの情報非開示っていう状況が、一番やっぱりこれは破綻を招きますからね、今のうちに少しでもこうガス抜きをしていこうっていう、多分そういった部分はあると思うんですよ。逆に言うとね、この裁判員制度をきっかけにして死刑の実態というものが一般に知られるようになる、しかも一般の人たちが裁判員制度を通じて死刑か無期かということを判定せざるを得なくなる、本当に一般の人たちはまさにその目の前にいる被告人に対して死刑ということを判定できるかな。私はこれは予測ですか、外れ込みで、私はなかなか難しいと。それは、それね、両方の見解があってね、つまり今のこの世相の中では、もしかしたら逆にどんどんね、いわゆるポピュリズムに手法自体がね、修練されていって死刑判決が増えるんじゃないかという予測もあれば、宮崎さんのように、いざ目の前にしちゃうんだから、そう簡単に死刑判決出ないんじゃないかというね、蓋開けなきゃ分かんない。つまり、裁判官というのは特に一審で死刑を下す裁判官というのはやっぱり大変だそうです、これは本当に、眠れなくなる。自分の判断が正しいのかどうかというのは、まあジャーナリズムでレベルで言えば、誰が見てもこれは死刑になるというような予測が成り立つような、そういうものであった、事案であったとしても、死刑を判決を下すことの重さっていうのは、やっぱりね、その裁判官になってみないとわからないというふうに言いますからね、そういう意味ではやっぱりそこにの一翼をこの一般の人たちが担うとすれば、これは私は議論の、先ほどこう国家的な議論に死刑というのをどうするかとなっていかないというのが一つのきっかけになるんじゃないかと思ってなる可能性もあるでしょうね。ただ裁判員制度がね、そもそもまずはだって選挙人名簿から無作為に抽出した人間として義務を負わせるわけでしょ、守秘義務というね、これはもう憲法違反ですよ、そこからして。まあまあ、新たな義務を課すということになりますからね。僕はそんな義務を与えられたくないし、まあ、任意でね、こちらがもし志願してるならまた別ですけれど、指名されて義務を負わせられて、これはそんな義務はね、こなす必要は全然ないと思いますし、さらに多分これ国会で明らかになったのかな、思想信条のチェックもやるわけですよね、裁判制度の前で、でこれも明らかにもう憲法に抵触して、別に憲法ご持論者じゃないけれど、やはりそのやっぱ近代司法国家としてはね、踏んではならない領域を随分無理やりこう超えながら裁判制度、裁判員制度にいろいろなこの証拠のこの証拠調べの問題とか、いろいろなところで穴があるのは事実なんですけど、こと死刑に関してはどうなんでしょうね。微妙だな。微妙ですか。やっぱ死刑制度がある国で裁判員制度を入れるのは非常に危険だという、司法関係者って結構いらっしゃいますよね。危険というのはつまりその逆に死刑判決が増えるってことですか。そうですね。ただこの番組のゲストにいらっしゃった最高裁の検事の、鶴田久子さんって方がいらっしゃったんですけど、彼女は
無罪が増えるんじゃないかというふうにおっしゃってた、ね、無罪というか無期ね、無期ね、失礼しました。私も鶴田さんと同じ考えなんですよ、うんうん、やはり死刑にするというのはすごく個人的にプレッシャーがありますし、うん、実はこの本のテーマがいざ目の前にした時に自分の心がどう動くかというのがテーマなんです、うん、だからその意味では、ま、法廷でその被告を見た時に、うんうん、裁判員たちがどちらに見れるかっていうのはね、そちらは僕も信じたいけどね、うん、私は少なくとも今のような形で死刑制度というものが、うん、あるいは死刑判決というものが市民、一般市民の手が遠く離れていて、その段階でその状況の中で賛成か反対かということを決めているような世論で決めていて、うん、世論が政治家に影響を与えて、うん、その状況よりはずっと改善する可能性というのはあると思いますけど、概念が多少は実体化するわけですから、ね、その裁判員にとってみればね、そう、で責任も責任感というのを伴っていくわけですから、そこには私はわずかな気からいをしてるんですけどね、あるかな、あとはその裁判員の心証みたいなものがね、もっと共有できればいいんだけれど、今守秘義務でこれできないわけでしょ、うん、ね、だからそれはもっとおかしいんですよね。でもそれはね、やっぱりあのしょうがないというよりは徐々に出てくる、どんなに国家が、うん、それを取る、うん、この不衛風しようとしても、うん、それは出てきます、うんうん、だからそれは難しいですね、うん、我と我が身を置き換えるってことがなかなかできないんだけれど、うん、多分そんな事例はなくはないと思います、うん、死刑というね、判決を得たことで、逆に心が透明になる人もきっていると思う、うん、でもそうじゃない人もいると思うんですよね、うん、つまりそれはもう人によって様々ですよ、うん、バナナが好きな人もいれば梅干しが嫌いな人もいるしね、うん、多分それに近い部分で、うん、一律的に死刑という制度が人の意識にこういった変化をもたらすっていう公式は僕は作れないと思うんですね、うん、であればそこに依拠しての論理の構築というのは僕はしたくないし、とても危険だと考えてますね、うん、いやもうちょっと前の段階にそもそもその改心とは何なのか、うん、あるいはその例えば、まあ、死刑を廃止したいとお考えの方々は基本的には人間はまだこうやり直すことができる、悪に一度は凶悪なことに手を染めたとしてもその深く介護し、この反省すればで生まれ変わることはできるんだと、果たしてそれが可能なのか、あるいは可能だとしてもそれを客観的にどうやって証明するのかという問題ってあると思うんですよ、うんうんうん、どうですか、可能かどうかという設問であれば可能だと僕も言います、うん、ただその可能というその論理にすがっていいかどうかっていうのはねまた別の問題だとは思うんですけれど、うん、人はやっぱり変われるとは思ってます、うん、でも変われ先ほどの あれと同じで変われない人もいますよね、うん、いるでしょうね、うん、変われることが可能だとしたら、うん、それは死刑制度以外のことでは変われないんでしょうか。いや、それはだからそれこそ、まあ、路上にも出れませんけど死刑囚はね、路上の花を見た瞬間に変わる人がいるかもしれませんし、神田田みたいに雲をね、足元の雲を見た瞬間に何かが変わる人もいるかもしれないし、もちろん死刑によって変わる人もいるかもしれないし、それは様々ですよね。何によって偶発的に変わるかっていうのはそう簡単には断定できないと思うし、人間というのはそんな卑小な存在じゃないと思う。もっともっとね、うん、もう地味猛烈もう融通無限な存在だと思いますからね、うん、だからそういった融通無限なものに対してどう制度が対峙できるかですよね、うん、でさらに言えば殺人人を殺しておいた場合の贖罪、うん、無理なんですよ本来は、うん、贖いきれないものに対しての贖いをどうするのか、うん、多分それはその人だけの問題ではなくてこの社会全体つまり第三者が一緒に考えなきゃいけない問題ですよね、うん、廃止論者の方々は、まあ、死刑を廃止してただ それだけではいいと言っているのではなくてじゃあ絶対的な終身刑を導入して、うんうんまあ、一生この外に出てこれないようにして、うんまあ、アメリカのように300年とか、ねうん、400年のような禁錮刑または懲役刑ということも設けると、うん、いいのではないかというような提案をされる方もいらっしゃいます、うん、これについては、うんまずね大前提としてよくまあ言われてるこう言説があって日本の場合は無期であって世界まあ他の海外の場合も終身刑であると、うん、ここが違うんだってことをよく言う方いるけれど、うん、ほとんどの場合海外の場合も終身刑はこれ仮釈放がありますからね、だから運用上は無期とあんまり変わってないんですよ、ただアメリカのようにねどんどんこう罪を累積していくようなそういった法制度もありますよね、うん、その場合はもういくら仮釈しようがもうこれはもう多分釈放できない一生も刑務所の中にいるわけですよね、うん、まあ事実上の本当のまあ終身刑になるわけですけれど、うん逆に言うとね日本もこの今のこの無期懲役の
実態というのはどうなっているかで、どんどん長くなっている、うんうん、つまりこう獄中にいると、刑務所の中にいる次元が、昔は15年で出てくるなんていうことが言われましたけど、今は平均25年です、うん、だからほとんど人生の大半の部分と、例えば30歳で犯罪を犯したとすると、うん、25年、55歳です。ほとんど人生の主要部分というのを刑務所で過ごすことになって、しかも仮釈放された後も、これは一生して保護観察付きですから、このまあ、自由の身になったということはありえないわけですね。まあ、一般市民ではないんですけど、ね、うん、ね、だからそれはやっぱりそういった制度であるということをまずは意識に置いた上で、例えば最近これイタリアでもあったしフランスでもありましたよね、終身刑の判決を受けた人が処刑してくれと、もう辛いってことで、そういったような、まあ、嘆願書を出したりとかね、うん、そういった事例もあります。これもやっぱり同じことを僕は繰り返しちゃうんだけれど、わからないです、僕らにはね。自分を置き換えられない、その処刑がいいのか、あるいは生涯日の光を浴びれない、もう路上の花も見れない、海にも飛び込めない、そういった人生を送るのがいいのかっていうのは、それはやっぱりもう僕らが決めれることじゃないですよね。ただとはいえね、制度というのは鳩山法務大臣が判子をどんどん押しているという点のもあって、うん、まあ無常に、はい、執行さ、はい、運用されていくわけですよね、はい、その中で刑務官というのはどうしてもその死刑囚に対峙しなければならないし、何人かと一緒であったとしても死刑執行のボタンを押さざるを得ないと、そういう立場の人たちもいる、まあいわば国家機関の中にあるんだけれども、国家機関のといってもこれ個々の人間ですからね、あの実態を実務を行っている、この人たちってどういうふうに。最初は遺族の方々にお会いになりましたね。やっぱり、見たくないという人多いんですか。まあ、多くあったわけじゃ感じますか。まあ、現場のね、現職の刑務官、僕も彼らも守秘義務ありますからね、話は聞けないけど、まあ、辞めた方には何人か話を聞いたりとかはしましたけれど、辛いですよね、当たり前のことです、うん、基本的には4つか処刑場に4つか5つのボタンがあって、それをみんなで1、2の3で押すわけですよね、で誰のボタンが、その足元の床が、跳ねたかどうかが分からない仕組みになってますけれども、4分の1か5分の1自分はその殺人に加担しているわけですよね、うん、これはやはり相当なプレッシャーみたいですよね、うん、だからこれはやっぱり、職務として納得するにはあまりにも過酷な、ね、うん、ことを彼らに背負わせていることは確かですよね、うん、実際に刑務官でノイローゼになってしまったりとかね、うん、そういった方もただいらっしゃるようですし、まあ、そこから考えなきゃいけない。でさらに言えば医務官もそうですね、うん、あと教会士もそうです、そうですね、死刑制度にまつわるいろんな人間がいます、うん、みんなね無理してるんですよ、うん、とても無理をしてる、うん、もうここまで無理をしながらなぜやらなければいけないんだろうかっていうのが、意図もあるし、あとやはりそのシステムになってしまってどっかで自動化してしまって、それこそね、そういったまあ暗黙にしてしまうという制度が自動化してしまったということもあると思うんですよね、うんうん、だから鳩山さんについて言えば、まあ、彼の中の思いは別にしても、うん、結果としてはね、こういう形で名前と場所と罪状はね、うん、発表するようになりましたから、で多分一般の方はね、だって今までも名前出したじゃないかと思うかもしれないけど、あれは全部まあリークですから、ね、そうです、これまではね、非公式な形での、ちゃんと公表されたことは一度もなかったわけですね、うん、だからそういう意味ではね、公表のためのワンステップとしては少なくともまあ少しはこうステップ上がってるわけですからね、うん、結果としてはまあいいんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、ただまだ死刑のこう執行の実態というのは、いろいろな小説で13階段とか、うん、まあ、あるいは映画にもなりましたけれど、その他いろいろなこうミステリー小説とか、一般書のレベルでは報告され、元刑務官の方が書かれていたりする本ではわからないで、昔は大島渚の公主刑なんていうのもありましたしね、そういう意味では分かってる人もいるんだろうけど、本当のところはよく分からない。分かってないです。僕もそうですけど、例えばね、その処刑に失敗した場合には延期するとかね、うん、3回失敗したらもうその人の死刑は執行されないとかね、うん、これ全く都市伝説ですね、ええ、全くそんなことはないんだけど、ね、結構それがまあ根強く流布されてるみたいなね、そういったような状況の中で死刑どうする、認めるか認めないかっていう論議をするっていうのはあまりにも意味がないし、うん、不毛だしね、うん、法務省がそこまで情報開示しないでいた、うん、その理由っていうのは何なんでしょう。まあ、いろんな説がありますけどね、一つにやはりまあこれはまああえて行為に解釈すれば、まあ、開示しないことで逆に抑止力としてのね、
機能を持たせるんだという説もないことはない。ただやっぱそれは誰も証明できないですよね。でそもそも法務省が言っているのはね、基本的にプライバシーなんです。そうですね、これは要するに一つには執行された死刑囚のプライバシーというものに配慮している、それと同時に、まあ執行した刑務官に対するプライバシーということも考慮に入れるというような形で、基本的には個人的な人権を盾にして、その執行実態ということは明らかにしないということになって、これは本当ですか、ね、全くの虚偽ではないと思うけれど、うん、でもやっぱりプライバシーを理由にね、こう隠匿しなければいけないようなシステムであれば、うん、そのシステムの予算の源泉は僕らの税金ですからね、じゃあそれはやっぱりそのシステムをもう少し変えた方がいいんじゃないかという議論だってあっていいはずですよ、ね、これ森さんの本でも指摘されていますけど、アメリカという国は、うん、まあ、かなり、死刑執行に関してオープンで、うん、あらかじめどこのこの刑務所で執行が行うかということを公示するわけです。そうするとほらアメリカのね、あの死刑執行のシーンを出すようなあのニュース番組っていうのを、その施設の前に反対派と賛成派がこう前の大体アメリカは深夜に執行が行いますから、うん、夕方から三々後が集まってきて、昼過ぎから三々後が集まってきて、こういろいろなことを論じ合ったりですね、プラカード掲げたりし したりして、まあ、見えますよね。こういうことってのは日本では一切ありません。ありえないですね。やっぱりアメリカっていうのは民主主義の基本として、民主主義の、その、なんていうかな、こう、執行、民主主義に基づいた執行として人々の前に開示する。まあ、要するにそういう原理原則を踏まえた形のものになっていると思うんですよ、顔写真まで日本でも、日本は少なくとも原則的には同じような法体系であるにもかかわらず、ここまで、秘匿されてしまうと。これはどうしてなんですか。あのやっぱりまあ権力側は取得したいっていうそういったベクトルは当然あるでしょうね、うん、でそれに対して多分アメリカの場合であれば冗談じゃないと、うん、あのちゃんと解除しろとそういった声が普通に上がるんでしょうけれど、日本の場合はなかなかそういった声が上がらない、うん、お上はお上の領分でやってくれと、やっぱそういった意識はどうしても強いっていうのがあるでしょうし、ただねこの本の主題一つの主題 副主題の一つでもあると思うんだけど、被害者側にもこの被害者のこの遺族、うんうん、はい、まあ今死刑なの一般的殺人、実は刑法上はこの本にも書かれているけど、必ずしも死刑が設けられている刑罰というのは殺人を伴うものばかりではないんですけれども、ね、まあ基本的には殺人ですよ、実態的に。そうすると遺族が必ずやる、遺族にも開示されないわけですよね、うんうん、これは一般的に言われる死刑尊重の、うん、うん、その大きな理由である遺族の報復感情、はい、ということには合致しないと思うんですよね、うん、そう思いますね。あの割と最近盛んに言われている一つの、まあ、存知の理由としては、遺族の応報感情ですね、うん、それをどうするかという部分の論議はとても多いわけですけれど、うん、じゃあ仮に遺族の応報感情を国家が代行する、これが死刑制度であるという論議を前提にするんであれば、うん、遺族 の意向は反映させるべきですね、うん、何よりも遺族にはその処刑を見せるべきでしょうし、うん、望むならば見せるという形にしなければいけない。遺族が望まなければじゃあ処刑はなしということになる、うん、あそれもありえますよね。つまり遺族の応報感情だけを前面に出すんであればね、まあ、ちょっとそれはねとあの話がこう先に進みすぎていて、 とりあえず今のこう制度ということを前提にするとしても、少なくとも処刑に関する情報というのは開示すべきだと、遺族に関しては、うん、はい、そうしないと辻褄が合いませんよね。辻褄が合わないですね。あとね、見たくないんですよ、うん、多分僕らもね本当は、うん、そうです、うん、で見せたくないで僕らは見たくない、うん、それが合致しちゃってるというね、暗黙の領域の中でね、うん、ってことなんでしょうね。やっぱアメリカの場合は見たくないっていう気持ちもあるけれど、でもやっぱそれ見なきゃいけないんだというね、そういったようなまあ使命感に近い意識も並行して出てくるってことじゃないのかな。これはじゃないけど、そうですね、やっぱりまあ処刑はしてほしいけどその前に行きたいって人はそんなには多くないですよね、うん、これ処刑をしてほしいということの意識の根本とやっぱ報復、単純に報復感情と考えていいんですか。どうかな、難しいね。僕もそれはその気持ちなかなかわからないですよね、うん、僕らにはね、その本当の遺族の気持ちなんてものは、うん、ただもちろん自分の息子なり親なりをね殺した人間が今こうこの空気を吸ってるってことについて、うん、どっかでやっぱりこう自分を説得できないって気持ちもあるでしょうし、うん、あとやっぱりね、ある意味でこう自分を責めてるっていうかな、つまり自分の一番愛する人が死んでしまってるのに自分が生きてるっていうジレンマがあるわけですよね、それをどう処理するかっていうところで
一つのやっぱりまあ解決策じゃないけれどね、すがる部分としてはそれを殺した犯人に対しても何らかの処理をしたいっていう気持ちにね、うん、言ってしまうっていうのもあるんじゃないかな。遺族の持つ、まあ、理由なんかはありえないんだけれども理由もなくこう感じる罪悪感というのは、うん、罪証感というのがあるわけですよね。多分あると思います、ね、うん、まあ、それと関連してるという、うん、それは切ないですよ。それは切ないですね。それは、ね、絶対否定できないですよ、うんうん、そういう遺族側の感情のフォローをするような体制っていうのは日本にあるんですか。かっては全然ダメでしたね。被害者遺族に対してのこれは法的な救済もケアも、ね、ほとんどなかったんですけど、最近、まあ、この数年ですね、かなりその辺は、まあ、整えられてはきてますね。そのカウンセリングとかそういう、まあ、カウンセリングだけじゃなくてね、あとは裁判への参加であったりとか、うん、まあ、金銭的な補助も含めてだいぶ変わってきてますよ、まあ、そもそもね、犯罪被害者というのはこれはこう刑法上の体系もあるんだけれども、マスメディアの中ではなかなかこう声の上げにくい人たちだったんですよ。だからそういう意味ではこの近年はその犯罪被害者があるいは犯罪被害者遺族がきちんとした形で声を上げられるような状況が整備されてきたことは間違いないですよね、うん、言い換えれば、まあ、声は多分上げてきたと思うんだけど、それをメディアが取り上げてこなかった。そう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 、そこをメディアが今取り上げ出したっていうのはあると思うんですよ、ね、裁判所もメディアも取り上げなかった。そうそうそう、うん、でこれは功罪あります。それによってもちろんね、良くなったところもたくさんあるんだけれど、それによってもしかしたらね、まあ劣化した部分もあるのかもしれないしね。劣化した部分とつまり今のこの精神形成、日本における世相ですね、うん、先ほど言ったような要するにこうどんどん不安や恐怖が強くなってしまう、うん、つまり遺族の気持ちってやっぱりそれはもう罰してほしいと応報感情ですからね、うんうんうん、その応報感情の一つの、対極にある部分がやっぱり今のこの世相、危ない怖い、そういった部分ですよね、うん、まあ、そういった気持ちが今とても強くなってることも事実です、ね、それはその被害者や被害者遺族自身の意図を超えた部分で増幅していってしまっているということですよね。もちろん彼らがね、そんな今この世相をね、そういったふうにしたいと思ってるわけでは全然ないです。全然ないですよね、はい、ちょっと具体的なお話を伺いますけどね、元オウムの岡崎さんとやり取りというのが非常に印象に残ってるんですけれど、はいはい、これはどういう、うんうん、一番最初に会ったのが岡崎和明さんなんですね、ええ、それは彼の方からまあちょっと森に会ってみたいっていうふうに、第三者を通じて依頼が来たんですね、うん、で会いに行って、まあ、岡崎さんというのは要するに坂本弁護士さん事件のまあ実行犯でもありますよね、ええ、うんうん、で一番早く彼が死刑判決を受けてるんですね。で僕が最初に会った時にはまだ、上告中でしたけれど、でも彼の証言がなければ坂本弁護士一家事件というのは解明、うん、全容解明しなかったわけですよね。まあね、時間をもしかしたらまあもっともっと遅れてたかもしれないけど、解明されていた可能性はありますけど、うん、でもあの時点で解明はされてませんよね。岡崎さんの証言がなければね、うん、まあそういう人ですね、うん、でどうでした、お会いになって。サバサバしてましたね。こう、これはまあ全員に共通してるんだけど、死刑囚全般、まあ、やっぱりまあ面会に応じてくれるからっていうのもあるんでしょうけどね、サバサバはしてますよ、うん、ただもちろん本当にサバサバしてるかどうか分かんないですよ、うん、あくまでもアクリル板越しの僕の印象ですから、うん、サバサバしてるってのは、つまりこちらが逆にウェットすぎるんですよ。会う時にやっぱこちらも身構えるわけでしょ。で話しながらもね、うん、いずれこの人は処刑されるんだって絶対それは頭から脳裏から離れませんからね、うん、やっぱそういう目で見ちゃいますよね、うん、そしてやっぱりとてもなんか軽やかでサバサバしてるなっていうふうな印象をこちらが持っちゃうんでしょうね、きっとね、うん、だから彼らはきっと普通なのかもしれない、うん、僕は逆にやっぱりそういったふうにこちら側にウエイトが行き過ぎてるから逆にびっくりするのかもしれないですけどね、うん、漫画家のね、死刑を扱った漫画家の郷田さん、郷田守さん、はい、とお会いになったという話も出てきますけれど、はいはい、最終的に彼はやっぱり死刑というのはなければならないという結論に出して、うんうん、そうですね、そこにこう相当お悩みでしたね、うん、まあいろいろあの漫画を読んでる限りはね、うん、なんてタイトルでしたっけ、あれなんだっけ、待って郷田さんの漫画、まあで、はい、違和感を違和を表明されてますよね、はいはい、これはどういう、要するにこれだけ悩んでもうん、やはり、死刑は必要だというふうな結論に達するのかというような岩なんですが、うんうんうん、まず漫画のタイトル森の朝顔、森の朝顔ですね、はい、ですね、
そうですね、やっぱり実は合田さんはね、最終的なその結論を出しながらも、その単行本の後書きでは実はいまだにまあ、まだまだ逡巡結論を出し切れてないんだってことを、まあ、吐露されてもいらっしゃるんで、それはやっぱりあくまでも便宜的な、あの時点においての合田さんの結論なんだろうってことは、まず一つの前提にしながらも、彼自身やはりまあ罪を償うということね、それは一体何なのかっていうね、迷宮なんですよ、これ、哲学的な領域になっちゃうんですよね。罪と罰とは何か、で人は改心するってのはどんなことなのかというね、それを考えてるうちに、やっぱり死刑という、要するにまあ他律的に処刑されるではなくて、自発的に死を選ぶというね、そういった形での身の処し方というものをどっかで認めなきゃいけないんじゃないかという、これ僕の想像ですけど、そういった見地に達されたんじゃないのかな。実はね、私は山口県光石事件の、被害者遺族である本村さんとも、親交があるんですけれども、おそらくは本村さんの結論も今言われた結論だと思うんですよね。つまり死刑囚が例えばその獄中で、確定後にね、こう非常にこう人格的に清らかな人格になって、もちろんそういう事例というのはあるし、それは疑えないんだけれども、それはやっぱり死刑という制度があったからではないかという疑問というのは、つまり死刑がなければそういうふうにはならなかったのではないかという疑念というのは消えない、払拭できないと、ここをどういうふうに考え、死刑に対するこの構えというか、それが、自体が人を良くしていくということも可能性というのもあるのではないかというような気もするんですが、はい、今夜のゲストは映画監督で作家の森達也さんです。よろしくお願いします。森さんは最近この死刑という本をお書きになりました。人は人を殺せる。でも人は人を救いたいとも思うというふうに帯に書かれていますが、これはどういう願意でしょうか。文字通りですけどね、文字通りですよ、殺せる可能性と救える可能性、両方人は持ってるわけで、どちらかだけじゃないですよね、だからその、まあ、その狭間で揺れ動きながらもやっぱり結論を出さなきゃいけないという。先ほどね、アクリル板の向こうで、接見している時に、もはや向こう側の人というのは死刑、確定死もしくは死刑になる可能性が極めて高い人、死せる運命にある人ですよね、それと自分、アクリル板を隔てた自分っていうのが、どうもどうい う, こう位置関係にあるのかということが了解できなかったというような意味合いのことをおっしゃったんですけれど、まさにひょっとするとこの人を目の前にいる人を救いたいと思う、思いってのはあるわけですか。もちろんありますよね、多分それは誰もがあると思うけれど、自分の今目の前で苦しんでる人、死にかけてる人、倒れてる人がいれば、どうしたのっていう、まあ、多分聞くぐらいはするのが本来の人間だと思うんですよね、それはもちろん朝の通勤時のラッシュであったり、やっぱ都会生活の麻痺とかいろんなものはこう介在しちゃうでしょうけれど、本源的な人間というのはそういう存在だと思うしね、その部分の論議ってものが実はあまり制度的な論議がいっぱいありますけれどね、論議すべきことじゃないのかもしれないけど、もっとそれに立ち返るってことも死刑制度を考える上ではね、必要なんじゃないかなっていう。論議すべきことではないというのはなぜ、つまりその人間の本源的な部分ですからね、あ、そうかそうか、哲学的な部分にも入っちゃうでしょうし、もしかしたらもう人によって違う領域かもしれないですよね、だから論議は成り立たないのかもしれないけれど、僕にとってはこういうものだということは、とはいえ先進国では、多くの場合論議を経て死刑を廃止している国というのはあるわけですよね、やっぱり論議をしてしたからじゃない。ただ、先進国の場合でも論議を経てもし廃止だということであれば、ほとんどの場合やっぱり廃止する前はむしろ存置の方がパーセンテージ高いわけですよね、だから論議を経たの経て上での廃止ってことはできないんですよ、論議を経ちゃうとなかなか廃止にはいけない、どっかでやっぱり強権的に廃止に行くっていうね、そういった時期がほとんどの国の場合あってたんじゃないですかね、でもその結果じゃあどうなったかって、もフランスの方が一番分かりやすいんだけど、今完全に逆転してますからね、民意はね、逆転した、要するに、
廃止したことが妥当だったという民意の方が今多いということですね。具体的には、6割強が死刑存置、4割弱が死刑廃止だったと思います。フランスの場合はね、ミッテラン政権で死刑廃止する前は。ミッテラン政権で死刑廃止するときの世論状況というのは、6割が死刑廃止に反対だったということね。はい。で、それはミッテランから任命されたバタンデール総務大臣が、彼がこれは国会はほとんど多数決によって決まりましたけど、民意は逆らってたわけですね。でも結果としては今は死刑廃止して、多分6割強が死刑廃止で ままでいいと。なるほど。何が変えたんでしょう、民を。まず一つにやっぱり犯罪が増えてないってことでしょうね。やっぱりどうしてもこう怯えがありますからね。死刑を廃止したら凶悪犯罪が増えるんではないかってやっぱ幻想をどうしても持ってしまう。でもいざやっぱり廃止をするとそれは増えない、むしろ減る場合もありますね、国によってはね。ただミッテラン政権の法務大臣ではバタンデールは非常に著実家としても優秀な方で、自分がいかにしてこう弁護士だったんですけれど、この死刑廃止論者になっていったかというのは、これは基本的に冤罪なんですけれどね、冤罪事件に携わっていたこのプロセスというのを、でいかに向こうの人がギロチンの杖に消えてしまったかということをちゃんと本にしてますよね。だからそういうようなある種のこの反死刑廃止のためのこの世論をこう動かしていく言論の活動というのもあったと思うんです。どうですか、議論をするということは意味があるんじゃないかと言いたいだけなんですけど、もちろん意味はなくはないですね、ただやっぱその議論をする前やっぱ前提が必要になると思うんですけど、つまりその何かというと死刑制度は何かということですよね、その実態化というものがある程度はあった、つまり情報公開ですよ、それがあった上での論議であれば、これやっぱりすべきです、当たり前のことですね、でやっぱりその実態化がなされないままで言葉の空中戦だけを戦うしても、これは無意味でしょうし、ちょっとその前にね、せっかくこのバタンテールの話が出たので、日本の法務大臣の件なんですけど、鳩山邦夫氏が、執行自動化すべきだというような発言をされましたが、どうお考えになりますか。結果として去年から結局鳩山さんが法相になってから6人も処刑されてますけれど、どういう形で処刑が行われたかというと、まず去年の12月の去年の12月の執行ですね、藤間制覇というのはかなり印象に残っている、この知りませんか、藤間制覇、V サインを出したことで有名になりました、逮捕時に、逮捕時だったかな、裁判所の誤送時だったかもしれませんけれど、で、その年末ということもあって、この何人かの執行があるのではないかということは予想されていたんですけれど、今年に入ってもまた3人執行されています。この通りですね。でね、森さんね、死刑の実態というものを多くの人たちは、森さん自身もご存じなかったというの、やっとこの、その誰が処刑されたのか、どこで処刑されたのかというのが発表されるようになりましたね。それ以前は誰がどこでどういう形で処刑されたか一切情報がなかった、密航主義という形で、法務省は死刑制度ということを、判決まではね、確定するまでは死刑ということを権限かどうかというのは権限されるわけですが、権限というか報道されるわけですけれども、それ以降の死刑の執行実態、あるいは死刑囚の生活というのは非公式な形でしか、生活実態と今でも非公式な形でしか出ていませんけれども、これは意図的なものだとお考えですか。もちろん意図的でしょうね。に手を染めたとしても、その深く介護し、この悔や、この反省すれば、で、生まれ変わることはできるんだと。果たしてそれが可能なのか、あるいは可能だとしても、それを客観的にどうやって証明するのかという問題ってあると思うんですよ。どうですか。可能かどうかという設問であれば可能だと僕も言います、ただその可能というその論理にすがっていいかどうかっていうのはね、また別の問題だとは思うんですけれど、人はやっぱり変われるとは思ってます、でも先ほど のあれと同じで変われない人もいますよね、いるでしょうね、変われることが可能だとしたら、それは死刑制度以外の
ことでは変われないんでしょうか。いや、それはだからそれこそ、まあ、路上にも出れませんけど、死刑囚はね、路上の花を見た瞬間に変わる人がいるかもしれませんし、神田みたいに雲をね、足元の雲を見た瞬間に何かが変わる人もいるかもしれないし、もちろん死刑によって変わる人もいるかもしれないし、それは様々ですよね。何によって偶発的に変わるかっていうのは相関的には断定できないと思うし、人間というのはそんな卑小な存在じゃないと思う。もっともっとね、うん、もう魑魅魍魎、もう融通無碍な存在だと思いますからね、うんうん、だからそういった融通無碍なものに対してどう制度が対峙できるかですよね、うん、でさらに言えば殺人、人を殺しておいた場合の贖罪、うん、無理なんですよ本来は、うん、贖いきれない、うん、贖いきれないものに対しての贖いをどうするのか、うん、多分それはその人だけの問題ではなくて、この社会全体、つまり第三者が一緒に考えなきゃいけない問題ですよね、うん、廃止論者の方々は、まあ、死刑を廃止してただ それだけではいいと言っているのではなくて、じゃあ絶対的な終身刑を導入して、うんまあ、一生この外に出てこれないようにして、うんまあ、アメリカのように300年とか、ねうん、400年のような禁錮刑または懲役刑ということも設けると、うん、いいのではないかというような提案をされる方もいらっしゃいます、うん、これについては、うんまずね、大前提としてよくまああのね、言われてるこう言説があって、日本の場合は無期であって、世界、まあ、他の海外の場合は終身刑であると、うん、ここが違うんだってことをよく言う方いるけれど、うん、ほとんどの場合海外の場合も終身刑はこれ仮釈放がありますからね、だから運用上は無期とあんまり変わってないんですよ、うん、ただアメリカのようにね、どんどんこう罪を累積していくようなそういった法制度もありますよね、うん、その場合はもういくら仮釈しようがもうこれはもう多分釈放できない、一生も刑務所の中にいるわけですよね、うん、まあ事実上の本当のまあ終身刑になるわけですけれど、うん、逆に言うとね、日本もこの今のこの無期懲役の実態というのはどうなっているかで、どんどん長くなっている、うんうん、つまりこう獄中にいると、刑務所の中にいる次元が、昔は15年で出てくるなんていうことが言われましたけど、今は平均25年です、うん、だからほとんど人生の大半の部分と、例えば30歳で犯罪を犯したとすると、うん、25年、55歳です。ほとんど人生の主要部分というのを刑務所で過ごすことになって、しかも仮釈放された後も、これは一生して保護観察付きですから、この、まあ、自由の身になったということはありえないわけですよね。まあ、一般市民ではないんですよね、うん、だからそれはやっぱり、そういった制度であるということをまずは意識に置いた上で、例えば最近これイタリアでもあったしフランスでもありましたよね、終身刑の判決を受けた人が処刑してくれと、もう辛いってことで、そういったようなまあ嘆願書を出したりとかね、そういった事例もあります。これもやっぱり同じことを僕は繰り返しちゃうんだけれど、わからないです僕らにはね、自分を置き換えられない、その処刑がいいのか、あるいは生涯日の光を浴びれない、もう路上の花も見れない、海にも飛び込めない、そういった人生を送るのがいいのかっていうのは、それはやっぱりもう僕らが決めれることじゃないですよね。ただとはいえね、制度というのは鳩山法務大臣が犯行をどんどん押しているという点のもあって、うん、まあ無情に、はい、執行さ、はい、運用されていくわけですよね、はい、その中で刑務官というのはどうしてもその死刑囚に対峙しなければならないし、うんうんうん、何人かと一緒であったとしても死刑執行のボタンを押さざるを得ないと、うん、そういう立場の人たちもいる、うん、まあ、いわば国家機関の中 にあるんだけれども、国家機関のといってもこれ個々の人間ですからね、はいはい、実態を、うん、実務を行っているこの人たちってどういうふうに、会社遺族の方々にお会いになりましたよね、やっぱり、見たくないという人多いんですか。まあ、多くあったわけじゃ感じますか。まあ、現場のね、現職の刑務官、僕も彼らも守秘義務ありますからね、話は聞けないけど、まあ、辞めた方には何人か話を聞いたりとかはしましたけれど、辛いですよね、うん、当たり前のことです、うん、基本的には4つか処刑場に4つか5つのボタンがあって、それをみんなで1、2の3で押すわけですよね、で誰のボタンが、その足元の床が、跳ねたかどうかが分からない仕組みになってますけれど、でも 4分の1か5分の1、自分はその殺人に加担してるわけですよね、うん、これはやはり相当なプレッシャーみたいですよね、うん、だからこれはやっぱり、職務として納得するにはあまりにも過酷な、ねうん、ことを彼らに背負わせていることは確かですよね、うん、実際に刑務官でノイローゼになってしまったりとかね、うん、そういった方もただいらっしゃるようですし、やっぱそこから考えなきゃいけない。でさらに言えば医務官もそうですね、うん、あと教会士もそうです ね、 ですね、死刑制度にまつわるいろんな人間がいます、うん、みんなね無理してるんですよ、うん、とても無理をしてる、うん、もう
ここまで無理をしながらなぜやらなければいけないんだろうかっていうのが不思議ですね。うん、だそれがこう非常にコストが大きいということは、うん、実際に死刑囚の運営、あの死刑房の運営というのは普通の一般房よりもお金がかかるんです。だそういう意味ではもっと違う代替的なやり方をした方が、そのまあこの単純にコストベネフィット計算で言うわけにはいかないけれども、うん、方法としてはいいんじゃないかというようなね、弁護士さんの中にはまあ死刑制度を廃止しても一生こうあの遺族にあがなわせるために強制労働させればいいじゃないかというようなことを提案もされている方もいらっしゃいますけれども、どうしてこのそういうこう議論というのがなかなかこうまあ例えばねテレビなんかで朝まで生テレビみたいなもので死刑ということが論じられたり、ワイドショーとかねそういうもので情報番組なんかで死刑を論じられることはあるけれども、なかなかまあ亀井静香さんなんかやっと議連運で議連を作ってやっていらっしゃいますが、ちゃんとした形でね死刑 を存続するのか廃止するのかっていうことはなかなか議論と国家的なね国会の議論としてはその熟していかないですよね。これどうしてですか。僕の考えですけどね、これ宮崎さんの考えもお聞きしたいけど、やっぱり まず国政レベルで言えば、今のところ 81% がね、これ内閣府のアンケートによれば死刑存置を支持してるわけですよね。つまりこれ有権者でもあるわけですよ、ね、8割強が死刑制度を支持してると。でやっぱりそこの中で死刑制度に対しての疑義を唱える、もしくは廃止を唱えるということが、もしかしたら自分の政治生命にとってはね、決してこうメリットはない。でもね、先ほどおっしゃったよね、皆さん死刑の実態というのその8割の人たちの多くというのは、ご存じないわけですよね。その中でそういう状況下で主に死刑か無期かということを、この判定する裁判員制度が来年の春から始まる、こんなことで本当にいいのかなと、まあ、法務省は多少そこに意識して、若干のこの情報開示を行っているんだと思いますけど、どうですか。確かに今のね、法務省のこの情報開示は、おそらくはまあ裁判員制度を見越しての一つの布石でもあるとは思います。うん、ただそれは、エクスキューズも若干僕は、若干じゃないな。エクスキューズ。うん。要するに裁判員制度に対しておそらくはといろんな多分ね、破綻が出てくると思うんですよね、うんうん。で、やっぱりこの情報非開示っていう状況が、一番やっぱりこれは破綻を招きますからね、今のうちに少しでもこうガス抜きをしていこうっていう、多分そういった部分はあると思うんですよ。逆に言うとね、この裁判員制度をきっかけにして死刑の実態というものが一般に知られるようになる、しかも一般の人たちが裁判員制度を通じて死刑か無期かということを判定せざるを得なくなると、本当に一般の人たちはまさにその目の前にいる被告人に対して死刑ということを判定できるかな。私はこれは予測ですか、外れるかもしれない、私はなかなか難しいと。それは、それね、両方の見解があってね、つまり今のこの世相の中ではもしかしたら逆にどんどんね、いわゆるポピュリズムに手法自体がね、修練されていって死刑判決が増えるんじゃないかという予測もあれば、宮崎さんのように、いざ目の前にしちゃうんだからそう簡単に死刑判決出ないんじゃないかというね、蓋開けなきゃ分かんない。つまり、ね、裁判官というのは特に一審で死刑を下す裁判官というのはやっぱり大変だそうです。これは本当にね、眠れなくなる。自分の判断が正しいのかどうかというのは、まあ、ジャーナリズムレベルで言えば、誰が見てもこれは死刑になるというような予測が成り立つような、そういうものであった、事案であったとしても、死刑を判決を下すことの、重さっていうのは、やっぱりね、その裁判官になってみないとわからないというふうに言いますからね。そういう意味では、やっぱりそこに、の一翼をこの一般の人たちが担うとすれば、これは私は議論の先ほどこう国家的な議論に死刑というのをどうするかとなっていかないというのが一つのきっかけになるんじゃないかと思って、なる可能性もあるでしょうね。ただ裁判員制度がね、そもそもはまずはだって選挙人名簿から無作為に抽出して人間として義務を負わせるわけでしょ、守秘義務というね、これはもう憲法違反ですよ、そこからして、ね。まあ、新たな義務を課すということになりますからね。僕はそんな義務を与えられたくないし、まあ、任意でね、こちらがもし志願してるならまた別ですけれど、指名されて義務を忘れられて、これはそんな義務はね、こなす必要は全然ないと思いますし、
さらに多分これ国会で明らかになったのかな、思想信条のチェックもやるわけですよね、裁判制度の前で、ね、でこれも明らかにも憲法に抵触して、別に憲法ご持論者じゃないけれど、やはりその近代司法国家としてはね、踏んではならない領域を随分無理やりこう超えながら裁判制度に、裁判制度にいろいろなこの、こう証拠のこの証拠調べの問題とか、いろいろなところで穴があるのは事実なんですけど、こと死刑に関してはどうなんでしょうね。微妙だな。微妙ですか。やっぱ死刑制度がある国で裁判員制度を入れるのは非常に危険だという、あの司法関係者って結構いらっしゃいますよね。危険というのはつまりその逆に死刑判決が増えるってことですか。そうですね。ただこの番組のゲストにあのいらっしゃった最高裁の検事 の、あの鶴田久子さんって方がいらっしゃったんですけど、彼女は無罪が増えるんじゃないかというふうにおっしゃってた、ね、無罪というか無期ね。無期ね。失礼しました。私も鶴田さんと同じ考えなんですよ、やはり死刑にするというのはすごく個人的にプレッシャーがありますし、実はこの本のテーマがいざ目の前にした時に自分の心がどう動くかというのがテーマなんですよ、だからその意味では、法廷でその被告を見た時に、裁判員たちがどちらに見れるかというのはね、そちらは僕も信じたいけどね、私は少なくとも今のような形で死刑制度というものが、あるいは死刑判決というものが市民、一般市民の手が遠く離れていて、その段階でその状況の中で賛成か反対かということを決めているような世論で決めていて、世論が政治家に影響を与えて、その状況よりはずっと改善する可能性というのはあると思いますけど、概念が多少は実体化するわけですから、その裁判員にとってみればね、で責任も責任感というのを伴っていくわけですから、そこには私はわずかな気からいをしてるんですけどね、あるかな。あとはその裁判員の心象みたいなものがね、もっと共有できればいいんだけれど、今守秘義務でこれできないわけでしょ、だからそれもおかしいんですよね。でもそれはね、やっぱりあのしょうがないというよりは徐々に出てくる、どんなに国家が、それを不衛風しようとしても、それは出てきます。だからそれは私はそこの部分というのは楽観的なのかもしれない、信じてるんですけどね。ちょっとね、この話は尽きないので、またコマーシャルの後に話を続けたいと思います。とりあえずコマーシャルです。はい、ここでプレゼントの紹介です。先ほどもご紹介しましたが、ゲストの森達也さんが書かれた死刑を、抽選で3名の方にプレゼントします。ご覧の宛先まで住所、氏名、年齢、職業、番組の感想などをお書き添えの上お送りください。さて、堤さん、ずっと話している、はい、先ほどの裁判員制度の続きなんですけれども、指名されてから最短で一番短いもので5日でもうすぐに行われるっていうところに私すごく懸念を感じていて、つまりそんなに短い時間でどれほどの情報を得られるのか、そうすると一般市民が頼るのはメディアですよね。で、森さんがこの本の中でもメディアがいかに弊害を出しているかということに触れてらっしゃいますけれども、そこのところをもう少しお話しいただけますか。これはね、宮崎さんもねよくご存知のように、やっぱ不安や恐怖を煽ることでメディアっていうのは盛り上げになるわけですよね。だからそれはもう一番端的な例を挙げれば、例えば殺人事件、まあこれ認知件数だけで言えば一番多かったのは戦後で言えば1954年、僕もあるより2年前ですよ、3081件ぐらいだったかな。で 今現在、2006年での統計いったら1000件とちょっとぐらいかな。そうです。だからもう分母が違いますからね。はい、今夜のゲストは映画監督で作家の森達也さんです。よろしくお願いします。森さんは最近この死刑という本をお書きになりました。人は人を殺せる、でも人は人を救いたいとも思うというふうに帯に書かれていますが、これはどういう願意でしょうか。文字通りですけどね、文字通りですよ、殺せる可能性と救える可能性、両方人は持ってるわけで、どちらかだけじゃないですよね、だからその狭間で揺れ動きながらもやっぱり結論を出さなきゃいけないという。先ほどね、アクリル板の向こうで、接見している時に、もはや向こう側の人というのは死刑、確定死もしくは死刑になる可能性が極めて高い人、死せる運命にある人ですよね、それと自分、アクリル板を隔てた自分っていうのが、どういう、 こう位置関係にあるのかということが了解できなかったというような意味合いのことをおっしゃったんですけれど、まさにひょっとするとこの人を目の前にいる人を救いたいと思う思いっていうのはあるわけですか。
もちろんありますよね、うん、多分それは誰もがあると思うけれど、自分の今目の前で苦しんでる人、死にかけてる人、倒れてる人がいれば、うん、どうしたのっていうのは多分聞くぐらいはするのが本来の人間だと思うんですよね、うん、それはもちろん朝の通勤時のラッシュであったり、やっぱ都会生活の麻痺とかいろんなものはこう介在しちゃうでしょうけれど、本源的な人間というのはそういう存在だと思うしね、うん、その部分の論議ってものが実はあまり制度的な論議はいっぱいありますけれどね、まあ論議すべきことじゃないのかもしれないけど、もっとそれに立ち返るってことも死刑制度を考える上ではね必要なんじゃないかなっていう。論議すべきことではないというのはなぜ、つまりその人間の本源的な部分ですからね。ああ、そうかそうか。哲学的な部分にも入っちゃうでしょうし、うん、もしかしたらもう人によって違う領域かもしれないですよね。だから論議は成り立たないのかもしれないけれど、僕にとってはこういうものだということは。とはいえ先進国では、多くの場合論議を経て死刑を廃止している国というのはあるわけですよね、うん、これやっぱり論議をしてしたからじゃない。ただ、まあ、先進国の場合でも論議を経てもし廃止だということであれば、うん、ほとんどの場合やっぱり廃止する前はむしろ存置の方がパーセンテージ高いわけですよね、だから論議を経たの経て上での廃止ってことはできないんですよ、うん、論議を経ちゃうとなかなか廃止にはいけない、うん、どっかでやっぱり強権的に廃止に行くっていうね、うん、そういった時期がほとんどの国の場合あってんじゃないですかね、うん、でもその結果じゃあどうなったかって、フランスの方が一番分かりやすいんだけれど、今完全に逆転してますからね、うん、民意はね、うん、逆転した、要するに、廃止したことが妥当だったという民意の方が今多いということですね。具体的には、まあ、6割強が死刑存置、4割弱が死刑廃止だったと思います、うん、フランスの場合はね、ミッテラン政権で死刑廃止する前、ミッテラン政権で死刑廃止する時の世論状況というのは、6割が死刑廃止に反対だったということね、はい、でそれはまあミッテランから任命されたバタンデール総務大臣が、彼がまあまあこれは国会はほとんどまあ多数決によって決まりましたけど、民意は逆らってたわけですね、うん、でもまあ結果としては今は死刑廃止して、多分6割強が死刑廃止で ままでいいと。なるほど、うん、何が変えたんでしょう、民意を。まず一つにやっぱり犯罪が増えてないってことでしょうね、うん、やっぱりどうしてもこう怯えがありますからね、死刑を廃止したら凶悪犯罪が増えるんではないかってやっぱ幻想をどうしても持ってしまう、うん、でもいざやっぱり廃止をするとそれは増えない、むしろまあ減る場合もありますね、国によってはね。ただまあミッテラン政権の法務大臣ではバタンデールは非常に著実家としても優秀な方で、自分がいかにしてこう弁護士だったんですけれど、この死刑廃止論者になっていったかというのは、これはまあ基本的に冤罪なんですけれどね、冤罪事件に携わっていたこのプロセスというのを、でいかに向こうの人がギロチンの杖に消えてしまったかということをちゃんと本にしてますよね、うんうん、だからそういうようなある種のこの反死刑廃止のためのこの世論をこう動かしていく言論の活動というのもあったと思うんです、うん、どうですか、うん、まあ、議論をするということは意味があるんじゃないかと言いたいだけなんですけど、もちろん意味はなくはないですね、うん、ただやっぱその議論をする前やっぱ前提が必要になると思うんです、うん、つまりその何かというと死刑制度は何かということですよね、うん、その実態化というものがある程度はあった、つまり情報公開ですよ、それがあった上での論議であれば、これやっぱりすべきです、当たり前のことですね、うん、でやっぱりその実体化がなされないままで言葉の空中戦だけを戦わせてもこれは無意味でしょうし、うん、ちょっとその前にね、うん、まあ、せっかくこのバタンテールの話が出たので、日本の法務大臣の件なんですけど、鳩山邦夫氏が、うん、まあ、自動、うん、執行自動化すべきだというような発言をされましたが、うん、どう考えますか。まあ結果として去年から結局、まあ、鳩山さんが法相になってから6人も処刑されてますけれど、ええ、ちょっとね、どういう形で処刑が行われたかというと、まず去年の12月の去年の12月の執行ですね、藤間制覇というのはかなり印象に残っている、うん、この知りませんか、藤間制覇、はい、V サインを出したことで有名になりました、うん、逮捕時に、逮捕時だったかな、裁判所の誤送時だったかもしれません、うんうん、ませんけれど、でまあその年末ということもあって、この何人かの執行があるのではないかということは予想されていたんですけれど、今年に入ってもまた3人執行されています。この通りですね。でね、森さんね、死刑の実態というものを多くの人たちは、森さん自身もご存じなかったというの、はい、やっとこの、はい、その誰が処刑されたのか、どこで処刑されたのかというのが発表されるようになりましたね、うんうん、
それ以前は誰がどこでどういう形で処刑されたか一切情報がなかった、密航主義という形で法務省は死刑制度ということを、判決まではね、確定するまでは死刑ということを権限かどうかというのは権限されるわけですが、権限というか報道されるわけですけれども、それ以降の死刑の執行実態、ある死刑囚の生活というのは非公式な形でしか、生活実態と今でも非公式な形でしか出ていませんけれども、これは意図的なものだとお考えですか？もちろん意図的でしょうね。意図もあるし、あとやはりそのシステムになってしまって、どっかで自動化してしまって、それこそね、そういった暗黙にしてしまうという制度が自動化してしまったということもあると思うんですよね。だから鳩山さんについて言えば、彼の中の思いは別にしても、結果としてはね、こういう形で名前と場所と罪状はね、発表するようになりましたから、で多分一般の方はね、だって今までも名前出したじゃないかと思うかもしれないけど、あれは全部リークですから、ね、これまではね、非公式な形での公表されたことは一度もなかったわけですね。だからそういう意味ではね、公表のためのワンステップとしては少なくとも少しはこうステップ上がってるわけですからね、結果としてはいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。ただまだ死刑の執行の実態というのは、いろいろな小説で十三階段とか、あれも映画にもなりましたけれど、その他いろいろなミステリー小説とか、一般書のレベルでは、報告され、元刑務官の方が抱えていたりするものでは、わからないで、昔は大島渚の絞首刑なんていうのもありましたしね、そういう意味では、分かってる人もいるんだろうけど、本当のところはよく分からない。分かってないです。僕もそうですけど、例えばね、その処刑に失敗した場合には延期するとかね、3回失敗したらもうその人の死刑は執行されないとかね、これ全く都市伝説ですね、全くそんなことはないんだけど、結構それが根強く流布されてるみたいなね、そういったような状況の中で死刑どうする、認めるか認めないかっていう論議をするっていうのはあまりにも意味がないし、不毛だしね。法務省がそこまで情報開示しないでいたその理由っていうのは何なんでしょう？いろんな説がありますけどね、一つにやはりこれはあえて行為に解釈すれば、開示しないことで逆に抑止力としてのね、機能を持たせるんだという説もないことはない。ただやっぱそれは誰も証明できないですよね。で、そもそも法務省が言ってるのはね、基本的にプライバシーなんです。そうですね、これは要するに一つには執行された死刑囚のプライバシーというものに配慮している。それと同時に、執行した刑務官に対するプライバシーということも考慮に入れるというような形で、基本的には個人的な人権を盾にして、その執行実態ということは明らかにしないということになって、これは本当ですかね？全くの虚偽ではないと思うけれど、でもやっぱりプライバシーを理由にね、隠匿しなければいけないようなシステムであれば、そのシステムの予算の源泉は僕らの税金ですからね、じゃあそれはやっぱりそのシステムをもう少し変えた方がいいんじゃないかという議論だって、あっていいはずですよね。これ森さんの本でも指摘されていますけど、アメリカという国は、かなり、死刑執行に関してオープンで、あらかじめどこの この刑務所で、執行が行うかということを公示するわけです。そうするとアメリカのね、死刑執行のシーンを出すようなニュース番組というのは、その施設の前に反対派と賛成派が前の大体アメリカは深夜に執行が行いますから、夕方から335が集まってきて、昼過ぎから335が集まってきて、いろいろなことを論じ合ったりですね、プラカード掲げたりして、したりしてのが見えますよね。こういうことってのは日本では一切ありえません。ありえないですね。でやっぱりアメリカっていうのは民主主義の基本として、民主主義のその執行、民主主義に基づいた執行として人々の前に開示する、要するにそういう原理原則を踏まえた形のものになっていると思うんですよ。顔写真まで日本でも、日本は少なくとも原則的には同じような法体系であるにもかかわらず、ここまで秘匿されてしまうと、これはどうしてなんですかね。やっぱり権力側は秘匿したいっていう、そういったベクトルは当然あるでしょうね。でそれに対して多分アメリカの場合であれば冗談じゃないと、ちゃんと解除しろと、そういった声が普通に上がるんでしょうけれど、日本の場合はなかなかそういった声が上がらない。お上はお上の領分でやってくれと、やっぱそういった意識はどうしても強いっていうのがあるでしょうし、ただね、この本の主題、一つの主題、副主題の一つでもあると思うんだけど、被害者側にもこの被害者のこの遺族、今死刑なの一般的殺人
実は刑法上はこの本にも書かれているけど、必ずしも死刑が設けられている刑罰というのは、殺人を伴うものばかりではないんですけれども、ね、まあ基本的には殺人ですよ、実態的に。そうすると遺族が必ずやる。遺族にも開示されないわけですよね。これは一般的に言われる死刑尊重の、その大きな理由である遺族の報復感情、はい、ということには合致しないと思うんですよね。うん、そう思いますね。割と最近盛んに言われている一つの、まあ、尊重の理由としては、遺族の応報感情ですね、うん。それをどうするかという部分の論議はとても多いわけですけれど、うん、じゃあ仮に遺族の応報感情を国家が代行する、これが死刑制度であるという論議を前提にするんであれば、うん、遺族 の意向は反映させるべきですね、うん。何よりも遺族にはその処刑を見せるべきでしょうし、うん、望むならば見せるという形にしなければいけない。遺族が望まなければじゃあ処刑はなしということになる、うん。それもありえますよね。つまり遺族の応報感情だけを前面に出すんであればね、まあ、ちょっとそれはね、と話がこう先に進みすぎていて、とりあえず今のこう制度ということを前提にするとしても、少なくとも処刑に関する情報というのは開示すべきだと、遺族に関しては、うん、はい、そうしないと辻褄が合いませんよね。辻褄合わないですね。あとね、見たくないんですよ、うん、多分僕らもね、本当は、うん、そうです、うん、で見せたくないで、僕らは見たくない、うん、それが合致しちゃってるというね、暗黙の領域の中でね、うん、ってことなんですよね。やっぱアメリカの場合は見たくないっていう気持ちもあるけれど、でもやっぱそれは見なきゃいけないんだというね、そういったような、まあ、使命感に近い意識も並行して出てくるってことじゃないのかな。これはじゃないけど、そうですね、やっぱりまあ処刑はしてほしいけど、その場に行きたいって人はそんなには多くないですよね、うん。これ処刑をしてほしいということの意識の根本と、やっぱり報復、単純に報復感情と考えていいんですか。どうかな、難しいね。僕もそれはその気持ちなかなかわからないですよね、うん、僕らにはね、その本当の遺族の気持ちなんてものは、うん、ただもちろん自分の息子なり親なりをね、殺した人間が今こうこの空気を吸ってるってことについて、うん、どっかでやっぱりこう自分を説得できないって気持ちもあるでしょうし、うん、あとやっぱりね、ある意味でこう自分を責めてるっていうかな、つまり自分の一番愛する人が死んでしまったのに自分が生きてるっていうジレンマがあるわけですよね、それをどう処理するかっていうところで、一つのやっぱりまあ解決策じゃないけれどね、すがる部分としては、それを殺した犯人に対しての何らかの処理をしたいっていう気持ちにね、言ってしまうっていうのもあるんじゃないかな。遺族の持つ、まあ、まあ理由なんかはありえないんだけれども、理由もなくこう感じる罪悪感というのは、罪証感というのはあるわけですよね。多分あると思います、ね、うん、まあ、それと関連してると、それは切ないですよ。それは切ないですね。それはね、絶対否定できないですよ、うんうん。そういう遺族側の感情のフォローをするような体制っていうのは日本にあるんですか。かっては全然ダメでしたね。被害者遺族に対してのこれは法的な救済もケアもね、ほとんどなかったんですけど、最近、まあ、この数年ですね、かなりその辺は、まあ、整えられてはきてますね。そのカウンセリングとか、そういうカウンセリングだけじゃなくてね、あとは裁判への参加であったりとか、うん、まあ、金銭的な補助も含めてだいぶ変わってきてますよ、まあ、そもそもね、犯罪被害者というのは、これはこう刑法上の体系もあるんだけれども、マスメディアの中ではなかなかこう声の上げにくい人たちだったんですよ。だからそういう意味では、この近年はその犯罪被害者が、あるいは犯罪被害者遺族がきちんとした形で声を上げられるような状況が整備されてきたことは間違いないですよね、うん。言い換えれば、まあ、声は多分上げてきたと思うんだけど、それをメディアが取り上げてこなかった。そうそこをメディアが今取り上げ出したっていうのはあると思うんですよ、ね。裁判所もメディアも取り上げなかった。そう、うん、でこれは功罪あります。それによってもちろんね、良くなったところもたくさんあるんだけれど、それによってもしかしたらね、まあ劣化した部分もあるのかもしれないしね。劣化した部分と、つまり今のこの精神形成、日本における世相ですね、うん、先ほど言ったような、要するにこうどんどん不安や恐怖が強くなってしまう、うん、つまり遺族の気持ちってやっぱりそれはもう罰してほしいと、応報感情ですからね、うんうんうん、その応報感情の一つの、対極にある部分がやっぱり今のこの世相、危ない怖い、そういった部分ですよね、うん、まあ、そういった気持ちが今とても強くなっていることも事実です、ね、それはその被害者や被害者遺族自身の意図を超えた部分で増幅していってしまっているということですよね。もちろん彼らがね、そんな今この世相をね、そういったふうにしたいと思っているわけでは全然ないです、全然ないですよね、はい。ちょっと具体的なお話を伺いますけどね、元オウムの岡崎さんとやり取りというのが非常に印象に残っているんですけれど、はいはい、これはどういう、うんうん、一番最初に会ったのが岡崎和明さんなんですね、ええ、それは彼の方から、まあ、ちょっと森に会ってみたいっていうふうに、第三者を通じて依頼が来たんですね、うん、で会いに行っ
って、まあ、岡崎さんとの要するにあの坂本弁護士さん事件のまあ実行犯でもありますよね、で一番早く彼が死刑判決を受けてるんですね。で僕が最初会った時にはまだ、上告中でしたけれど、でも彼の証言がなければ坂本弁護士一家事件というのは解明、全容解明しなかったわけですよね。まあね、あの時間をもしかしたらまあもっともっと遅れてたかもしれないけど解明されていた可能性はありますけど、でもあの時点で解明はされてませんよね、岡崎さんの証言がなければね、まあそういう人ですね、でどうでしたお会いになって。サバサバしてましたね。これはまあ全員に共通してるんだけど、死刑囚全般、まあ、やっぱりまあ面会に応じてくれるからっていうのもあるんでしょうけどね、サバサバはしてますよ、ただもちろん本当にサバサバしてるかどうか分かんないですよ、あくまでもアクリル板越しの僕の印象ですから、サバサバしてるってのはつまりこちらが逆にウェットすぎるんですよ、会う時にやっぱこちらも身構えるわけでしょ、話しながらもね、いずれこの人は処刑されるんだって絶対それは頭から脳裏から離れませんからね、やっぱそういう目で見ちゃいますよね、そしてやっぱりとてもなんか軽やかでサバサバしてるなっていうふうな印象をこちらが持っちゃうんでしょうねきっとね、だから彼らはきっと普通なのかもしれない、僕は逆にやっぱりそういったふうにこちら側にウェットが行き過ぎてるから逆にびっくりするのかもしれないですけどね、漫画家のね死刑を扱った漫画家の郷田さん、郷田守さん、のはい、とお会いになったという話も出てきますけれど、最終的に彼はやっぱり死刑というのはなければならないという結論に出して、そうですね、そこにこう相当お悩みでしたね、まあいろいろあの漫画を読んでる限りはね、なんてタイトルでしたっけ、あれなんだっけ、待って、郷田さんの漫画、まあで、はい、違和感を表明されてますよね、はい、これはどういう、要するにこれだけ悩んでも、やはり、死刑は必要だというふうな結論に達するのかというような違和なんですが、まず漫画のタイトル森の朝顔、森の朝顔ですね、はい、ですね、そうですね、やっぱり実は郷田さんはね、最終的なその結論を出しながらもその単行本の後書きでは実はいまだにまあまだまだ逡巡結論を出し切れてないんだってことをまあ吐露されてもいらっしゃるんで、それはやっぱり あくまでも便宜的なあの時点においての郷田さんの結論なんだろうってことはまず一つの前提にしながらも、彼自身やはりまあ罪を償うということね、それは一体何なのかっていうね、迷宮なんですよこれ、哲学的な領域になっちゃうんですよね、罪と罰とは何か、で人は改心するってのはどんなことなのかというね、それを考えてるうちにやっぱり死刑という、要するにまあ他律的に処刑されるではなくて自発的に死を選ぶというね、そういった形での身の処し方というものをどっかで認めなきゃいけないんじゃないかという、これ僕の想像ですけど、そういった見地に達されたんじゃないのかな、実はね、私は山口県光石事件の、被害者遺族である本村さんとも、親交があるんですけれども、おそらくは本村さんの結論も今言われた結論だと思うんですよね、つまり死刑囚が例えばその獄中で、確定後にね、こう非常にこう人格的に清らかな人格になった、もちろんそういう事例というのはあるし、それは疑えないんだけれども、それはやっぱり死刑という制度があったからではないかという疑問というのは、つまり死刑がなければそういうふうにはならなかったのではないかという疑念というのは消えない、払拭できないと、ここをどういうふうに考え、死刑に対するこの構えというか、それが、自体が人を良くしていくということも可能性というのもあるのではないかというような気もするんですが、難しいですね、我と我が身を置き換えるってことがなかなかできないんだけれど、多分そんな事例はなくはないと思います、死刑というね、判決を得たことで、逆に心が透明になる人も切ってると思う、でもそうじゃない人もいると思うんですよね、つまりそれはもう人によって様々ですよ、バナナが好きな人もいれば梅干しが嫌いな人もいるしね、多分それに近い部分で、一律的に死刑という制度が人の意識にこういった変化をもたらすっていう公式は僕は作れないと思うんですね、であればそこに依拠しての論理の構築というのは僕はしたくないし、とても危険だと考えてますね、じゃあもうちょっと前の段階に、そもそもその改心とは何なのか、あるいはその例えば、死刑を廃止したいと
をお考えの方々は、基本的には人間はまだこうやり直すことができる。悪に一度は凶悪なことを